こんばんは、あ、こんばんはじゃない、おはようございます。2018年1月の2日、10時51分です。おはようございます。おい、みのむさん、おはよう。おはようございます。朝早いね。あれ、夜勤だっつったっけ？正月は休みな。おはよう。にっくんさん、おはようございます。おはようございます。ケビ。やっぱコーヒーうまいな。ああ、今年もよろしくお願いします。ありがとう。エミちゃん、ありがとね。よろしくね。ドレさん、どうしたんだろう。喪に服してんじゃないの？多分。わかんないけど。やるっつってたけどね。30日か31日ね。結局復活しないね。まあ、わかんねえけど。全然復活しないね。ママが帰ってくるまで待とうよ。帰ってくるまで待ちましょう。まあ、この前電話してくれたから大丈夫だとは思うけどね。天気いいね、アパンツさんね。おはよう。おはようございます。ね、すごく天気いいね。おう、のんちゃん、おはよう。あれ、TGP なの、のんちゃん。TGP ばっかりだな、本当に。え、TGP なの？ちょっと、TGP 多すぎない？え、全然笑えないでしょ。TGP 多すぎるんだけど。TGP やめて。みんなテルジャンビンにメロメロなんだな。何なんだろうね。なんでこんな女にモテんだろう、テルって。なんか別にブサイクだと思わないし、まあ普通にかっこいいと思うけど、言うほどか？ 言うほどかっこいいか？なんでこんな、なんかさ、女ってさ、その、
まあ、チャンピン優しいけど、もともとそういう配信者じゃなかったじゃん。なんなのこのテルチャンピン推し、今年からつけたの。うわ、裏切り者だわ、のんちゃん。裏切り者だわ。いや、別にテルが好きなのは構わないけど、なんかね、俺はあいつ初対面の時はさ、エスキモーみたいな格好しててさ、風呂に入れないっつって家がないって言ってたチャンピンを知ってるから、この何うん百万も稼いでてさ、本当に金がない金がないっつっててさ、宿を探してたチャンピンのイメージがね、デルのイメージだから、何こんなに囲われてんの。去年だけであいつ300万稼いでんだよ。和道さん推しなは旅団だよ、悪名高き旅団。和道旅団呪われし、和道旅団全員ちなみに TCP になったから。和道旅団は消滅して、今全員 TCP になってます。乗っ取られました。TCP に。だからね、 TCP ってつけるとイラッとするんだよね。どこか行きたいけど仕事、遠出できません、残念ながら。ほうほうほう、旅団、そう旅団です、悪名高き旅団、和道旅団。いや、 TCP は許せねえよ本当に。何なんだろうこのテルチャンピンの囲われ方、全然納得いかないんだけど。なんでそんなにモテるの？何がいいの？テルの。いや、怒っちゃ嫌じゃなくて、何がいいの？テルチャンピンの。なんか、もう、集団で、キャーキャー言ってるだけで、なんか、その、なんだろうな、もう、アイドルみたいに見えるの。韓流アイドルっつうかさ。なんかもう、周りで騒いでるのが楽しくなっちゃってるだけな気がすんの。ヨン様イケメンかっていう話なのよ。まあ、ヨン様っていう例えが古すぎるからあれなんだけど、なんかもう顔とスタイルはまあいいけど、顔そんないいか、顔そんないいか、出る、可愛らしいんだよ。可愛らしいの、憎たらしいでしょあんなの。何が可愛らしいの、出るの。俺の方がめっちゃプリティーじゃん。プリティプリティでしょ、ワドちゃんの方が。プリティでしょ、どう考えても。なあ、みんな。ワドちゃんの方が全然可愛らしい。プリティ。てる、そんな顔いいかな。プリティですよ。すみれさんいらっしゃい。わかんないよね、TCP。なんかおかしいだろう。あれなんか新しい宗教だろう。TCP は。なんかかっこいいよな。かっこいいよな。いや、まだわかんないよ、のんちゃんには。俺のかっこよさは。俺のかっこよさは、35を超えないとわからないから。そう。一回結婚と離婚とかをしないとわかんないよ。子供を産んだりとか、離婚をしたりとか、DV をされた時に初めて、気づくかっこよさだから。そう。まだ早い。ババアと呼ばれる年齢にならないと俺のかっこよさは分かんないはずだから。そう、ババアになればなるほど俺のかっこよさは分かってくるから。プリティも TCP に合併、合併とかいう何システムあるの。合併システムってあったっけ。そうだよね、のんちゃんまだ10代でしょ、分からないよ君には。僕の良さはプリッチー。何なんだろうな、なんか納得いかねえよな。なんか別にテルのこと好きっていう人がいる、いてもいいと思うの別に。ただそんなに多くないでしょみたいな。何トップアイドル化してんだお前みたいな。全然納得いかねえよ。あ、ちょっと待って、マイク変えます。マイク間違えてました。音楽入ってなかったよ。声聞こえるようになった、声取るようになった。いや、あれ集団心理だよね、絶対ね。いや、俺そうだと思うの、そうだと思うの。配信って集団心理なの。だって、よっさんかっこいいっていう女の子いるんだよ。俺笑ったもん。
よっさんかっこいいって。よっさんモテるの、めちゃめちゃ。あんな、片輪のおっさんだからね。あれ、よっさんが、ね、よっさんとか野田総理かっこいいとかかわいいとか言ってモテるんだよ、あいつら。だけど、よっさんとか野田総理なんて、あんなのさ、配信者だっていうリスナー目線で見なかったらさ、アルバイト先にいてこない片輪のおっさんだよ、あれ。いや、片輪でしょ、完全に。よっさんとか。で、テルは片輪じゃないよ。いや、よっさんかっこいい、抱かれたいっていう女の子いるんだよ。いや、ひどいとかじゃない、片輪でしょ、あんなもん。完全な、だってもう歩けないおっさんなんだよ。何が可愛いんだよ。うん、いや、いつか我に帰ると思うよ。いや、ほんと、気持ち悪いおっさんでしょ、ただのモテない。ただの童貞のさ、うだつ上がらないなんかおっさんでしょ。だスーパーヒーローに変わるから集団心理って怖いよ。いや、冷静になった方がいいよ、本当に。いや、マジで、テルの囲いは集団心理だと思うよ。ちょっとか、なんつーの。俺は、怖い。100万は稼ぐの納得する、したとしても、俺の10倍稼いでんだよ。10倍。10倍だよ ?10 倍差がある？じゃあ。おかしいでしょ？うん。超びっくりするよ、本当に。テルは。いや、だから、その集団心理って怖いなって本当思うもん。なんであんなキャー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 黄色いコメント走ってんの？すごいじゃん。ありがとう。のんちゃん、花火ありがとう。許したる。許したる。あんま無理すんなよ。あんま無理すんなよ。うん。大事なお金だから。ありがとう。いや、あれはね、危ないと思うよ、本当に。なんか、本当に危ないと思ってて、魔法がかかってる状態にしか見えないの、俺は。で、魔法はいつか解けるんだよ。あれさ、あのやり方で、テル大丈夫なのかなって、本当思うもん。ぶっちゃけた話さ、うちはおっさんとか混じってるし、色恋関係一切ないじゃん、俺に。お女性リスナーも。絶対ないの、分かってんの。だから、冗談で、お前俺のこと好きなんだろとか言っても笑いが取れるわけじゃん。だけど、テルのは、ガチでしょ、あれ。多分。だから、魔法解けたらまずいと思うよ、マジで。わかるでしょ？なんか、裏切られたとかさ、女でなんか、その、パコったネタとか出されたら、あれ危ねえぞ。俺なんかさ、別に誰とパコったとか言っても、のんちゃんが発狂して俺のこと殺すだけでしょ？半分ガチホモが囲ってる。いやいやいや、だって俺ほら、フットサルとかでリア突してる、見てるもん。うん。大丈夫？ちゃんと距離を置いてみないとダメだよ。いや別に、テルを応援するのはいいんだけど、本気でテルとなんか恋愛気分になってる人いるじゃん。本気で。怖いもん、なんか。なんか彼氏みたいになってるでしょ。なんなんだろう？何がいいんだろう？女性がいたっつっても、ババアだよ。婦人部だよ。いや、だから、テルの、ね、コメントだとわかんないけど、ババアばっかりなんだから。50代のババアばっかりだよ。ババアなんかこっちに来いって話だよな。ババアの分野はこっちに任せろって。ババアどもが囲って、本当にババアなんだよ、本当に。そう。婦人部だからね、あれ。若い女じゃないぞ。騙されんなよ。中には生活削って応援したり借金すら作って花火投げてそう。それはお前プップクプーの話でしょ。どれの深夜食堂でしょ。いや結構年齢高いね。うん。テルのリスナーは。いやだから、ヨン様つか氷川きよしみたいに見えんの俺は。ズン、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 どこ、きよしってやってるみたいな、そういう風に見えるの俺は。おう、マキロワード2。そう。すごいじゃん。え？すごいじゃん。いや、だからすごいんだよ。すごいけど、本人たちは、なんか10代の女のノリで言ってるじゃん、あそこの放送。それがいいんじゃん。なんか、なんだお前、TCP か？なんだ、てめえ。TCP なのか？それがいいの？うん。なんか後ろから援護射撃来たな。大丈夫？うん。
おい、バタフライテール、おはよう。野田テール、赤津。そういう風にババアとか言わないところがいいんだよ。あ、ババアとか言わないよね、あいつね。でもさ、俺はだから、俺はなんだろう、そっちの温泉で言ったらさ、綾野浩二さん、先生じゃん。毒舌の、ね、前方にいる、しわくちゃのおばあさん。つってこうやって、こう、ババアって言いながら愛されていくから。いや、TCB かてめえってなるでしょ。ちょっとね、俺はね、なんかね、ちょっと TCP に物申していきたいよね、これから。TCP に。いや、なんかね、囲われすぎだよ、あれは。あれはちょっと囲われすぎ。お前はそっちの畑じゃないっていう。もっと泥をすすってた、同じね、そう、チヘドを這いずり回ってたさ、仲間としてね、なんかキラキラしたところに行っちゃったから眩しくて見えない今。テルチャンピオン眩しい、キラキラしてるあそこは。もっともっとこっち来いよって。いや TCP どこにでもいるぞじゃねえよ。何人持ってかれたか。うちの和道ギャルズなんか解散だよ。 TCP に全部持ってかれたんだから。いやこう来ていいんだよ、全然来ていいの、来ていいの。ただ俺は反 TCP だから反 TCP だから、悪いけど。わかりる？TCP はディスられるから。何人 TCP に取り込まれていったか。何なんだろうね、あの TCP ってね。腹立つわ。ちゃんと昭和の歌歌ってくれるかな。で、昭和の歌俺だって歌ってんだろうかよ。俺だって歌ってるだろう。いや、なんか、まあ別に歌もうまいよ。でもね、なんかやだ、俺は TCP。なんかやだ。ノリがやだ。かっこ悪い。ロックじゃない。ロックではない。俺はテルチャンピオンはロッカーだと思ってたから、すげえかっこいい夢を見せてくれると思ったら、違かったね。ロッカーではないんだよ、あいつは。もう俺は荒野の囲いになるよ。荒野と池上先生を押していくから。ロックとパンクだから。でグランジミュージックの荒野と、ね、ハードパンクのトム・ソーヤ池上先生がいるんだよ、こっちには。いや、完全に TCP でしょ、あいつ。いや、荒野はかっこいいでしょ。荒野はちゃんと体張って100万稼いでっから。青山友情深くていい男、囲いがおかしいだけ。いや、そうだと思うよ。友情深いよ、あいつ。仲間大切にするし、悪口一切言わないし。だけど TCP の嫌なのが、コラボするたびに毎回あいつら、テルチャンピオンの放送に出ないでくださいとか、俺テルから言われてきてんの。テルから言われて、新宿祝いもフットサルもワード来てくれよって言って、むしろお前らのボスが俺に、来てくれっつってるから、俺は義理堅い男だから行ってやってるのに、なんだお前ワドを打つんなとか。いやもう俺は TCP 大嫌いだから、正直言うと。正直言うね、 TCP は俺大嫌いだから。あいつらゴミ、豚、カス、あいつらの花火なんかいらねえよ。本当にあいつらマナー悪いから。 TCP もうね、囲いガッチガチに囲むの、もう気持ち悪い。俺 TCP 大嫌いだから。テルチャンピオンは別に嫌いじゃない。TCP が大っ嫌いだの俺。反 TCP で行くわ。いやマナー悪いぞ TCP は本当に。荒野と可愛いもどうかと思うけどな。荒野可愛いもどうかと思う。下田歌劇にしか見えねえさ。別に可愛くねえだろ荒野。いいんだよもう。敵なんか腐るほどいるんだから。上等だよ。TCP ぐらいじゃ潰されねえわ。集団で襲ってくんのあいつら。まあ TCP はね、ほんとマナー悪いね。 1,2 を争うぐらいマナー悪いよ。あのしかも気持ち悪い囲い方のマナーの悪さが俺大っ嫌いなんだよあいつら。大っ嫌いなんだよ。
俺 TCB のせいで俺テルとの付き合いちょっと考えようと思ってるぐらいだから。ごめん、お前のこと、テルのこと全然嫌いじゃないけど、お前の周りがちょっと悪すぎると。いやだからテルにお願いされてね、テルにお願いされて出てよっつって、別にギャラもらうわけでもなければ何でもなくて友情として出てるのに、映るなとか DM が来たりするんだよ TCP は。うん、和道旅団がやってるの？元和道旅団？あ、そうなの？一部のおかしい TCP は。あー、さすが和道リスナーだな。うん、癖が強いかな。癖かな。もういいよ、もう。このままだと女リスナー全員 TCP つくぞ。のんは違うもん、つって。いや、もうね、自分が違うと思ってるのがもう洗脳されてるんだって、のんちゃん。だってもう TCP ってつけちゃってるんだから。もう私は違うってみんな思ってるんだよ、あそこは。で、同じコメント打ってんのよ。てるくん、てるくんって。あいつはてるチャンピン、てるくんなんてかっこいい名前じゃないんだよ。青山っていう名前なんだよ。あいつの名前は殺虫剤青山なんだから、目を覚ませ。パルパルに殺虫剤かけてた男なんだから。うん。いや、早めの脱会をお勧めしますね。早めの脱会。まあ、のんちゃんにはね、まだ和道の味はわかんないからね。じわじわ来るよ。あ、和道さん素敵って。あ、和道さん3周回って素敵ってなるから。そう。初恋は俺じゃなくていいの。そう。初恋は。去年1年間つけなかったってことは、そう、好きだってことでしょ。うん。つけたかったってことでしょ。うん。なんだろうな、 TCP もう宗教だよね。のんちゃんもアイテム投げる量ダントツトップクラス。あ、そうなの？あ、 TCP の中でガチかっこいいじゃねえかよ。 TCP のトップじゃねえかよ、のんちゃん。まあいいんじゃん、アイテムは好きに投げれば。うん、あー、惚れてくれ。もういいよ、男に惚れられる配信者になりたいね。男にかっこいいっていう、同性にかっこいいって言われるのがいい。うん、同性にかっこいいって言われるのは本当のかっこよさだから、うん、で異性からはちらほら、あ、素敵って言われるはいいの。あら、素敵って。そう、あのね、好きって言わせたら色気じゃないから。あら、素敵、あら、いいじゃないっていう、そのなんつうの、色気、そこを感じ取ってもらいたいね。和道さんいいじゃないっていう、素敵じゃないっていう。そういう男でありたいね。うん、去年の話か。うん、まあでもテルは今年どれくらい稼ぐんだろうね。そう、あら、いいじゃない。おい、ルイママ明けましておめでとう。今年もよろしくね。みんなでいい年にしようね。和道リスナー一段丸となっていい年にしましょう。おはようございます、明けましておめでとう。うん、和道さん色気あると思うよ。ありがとう、マリちゃん。じゃあね、言ってあげる。マリちゃんババアだよ、多分。じゃあ、俺の色気に気づいたってことはババアなの。俺が言うババアっていうのはもう褒め言葉だから。マリちゃん、いいババアになろうね。いや、ババアでしょ。だってガキには分かんないんだよ。素敵じゃないっつってね。あら、いいじゃないって。色気ある？ありがとう。マリちゃん、ちなみに年齢いくつ？正解、孫がいる。すげえな、本物のババア来たよ。ババアじゃねえ、おばあちゃんじゃねえかよ。すげえな、この見た目で孫がいるってよ。おばあちゃん来たよ、おばあちゃん。すごいね。のんちゃん今47でしょ？早く結婚したら16だっけ、女の人は。16で子供生まれてて30、あー、ギリギリいるかもしんないのか。あー、のんちゃんに孫がいてもおかしくない。あ、ほんとだ、のんちゃんより年下だ。45歳だって。あー、素敵なババアだ。おばあちゃんに色気あるわよっつってね。はい、明けおめ、妖怪さん。いや、俺はね、はっきり言うけど、女の魅力は30、最低でも2を超えないと女の魅力は出てこないと思ってんの。
わかる。あのね、恋愛に疲れてからが女の魅力が増してくると思ってるから、もうね、要は男のケツを追っかけてる時点で俺の中ではないの。そう、恋愛っていうのはもっと静かにするもんだっていう、なんつうんだろう、わかる、わかるでしょこれ。あのね、男も女もケツを追っかけてる時点では愛にはたどり着けないんだよね。そう、だから失恋を何度も重ねないと俺のかっこよさは伝わらないと思ってんの。うん、俺は若い女に手出さないよ、絶対手出さないよ。俺本気で若い女ダメだもん、まだ早いって言うもん。はい、まいちゃん、明けましておめでとう。アイテムありがとね。今年もよろしく。未熟だよ、ダメだよ。ずっと一緒にいたら何も思わなくなる。そうそうそう、ね。あ、ていうか、フリーザいいね。第三形態になるところだね。いいよ。いいサムネだね。チョイスがいいね。第二形態から第三形態になるところね。正解、バツ2。子供3人、シングル、ペットサロン経営者。あー、やっぱね。ペットサロンを経営するぐらいの器のでかい女性に好かれるっつうのはいいことだな。金持ちのマダムに好かれたいから、俺は。俺のターゲット層は。マダムにね。何店舗か経営をしてないと、やっぱりね、和道の良さ、魅力はね、わかんないよね。おい、褒め殺しさん、バカありがとう。明けおめい。今年もよろしくお願いします。みんなでいい年にしましょう。今年は来るよ。今年は和道のことをね、フォローすればするほど運気上がっていくから。私、ドバイに住んでます。本当に言ってんの？日本じゃないの、のんちゃん。ドバイの住民なの。すげえな。関東と関西にでも、あ、すごいね。手広くやってるんだね。すごいすごい。いや、結構嘘つかないよ、そういうところで。見え張る人もいるけど、それはわかる。見えで言ってんのか、見えで言ってないのか。なんでかっていうと、うちのリスナー経営者本当に多いの。なんでか知んないけど、極端な貧乏人と極端な金持ちしかいないもん。のんちゃん、ドバイ住民なんだ、すごいね。素晴らしいね。ドバイ行ってみてえな、一回ぐらいな。あ、そうそう、和道ステッカーが、発売開始されました。1枚500円なんで、ぜひ皆さん本当に買ってください。捨て頃のギャラが落ちたんですよ。捨て頃のギャラが少なくなっちゃって、限定170枚です。これね、1枚500円で売ってますので、皆さん買ってください。あと残り170枚ぐらい。これ全部売れるとね、グローブ買ったりとかできるんで、ちょっと捨て頃応援してくれる人はステッカー買ってください。あとね、相変わらず1000円の方のステッカーも販売してますんで、セットでお買い求めいただくと嬉しいです。ちょっと、よろしくお願いします。それ書いておこうね。そう、ステッカーぜひぜひお願いします。ちょっと告知させてください。ステゴロ、2ステッカー限定品です。ステッカー、発売中と。1枚、500円、プラス、送料、200円、かっこ、布製、ステッカーは、1000円と、布製ステッカー、残り170枚、限定と。はい、169枚だ。1枚売れたんだ。お求めは、DM か LINE に。オッケー、これでオッケーかな。ぜひぜひ皆さんお願いします。DM でもね、LINE でもいい。できれば LINE がいいかな。今年の目標っていうのはあんまりね、俺が長期の目標、向いてないから、毎日を楽しむとか、
まあ捨て頃とかシルバーとかかな、うん、今のところ。まああのね、長期のこと考えてもあんま意味ないから、コツ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 やっていくこと、毎日を。うん、でも大変なんだよ。携帯壊れたから、もう、なんだ、iPhone 買わないといけない、グローブ買わないといけない、ジム行かないといけない。で、捨て頃のためにいろいろね、やっていかないといけないから、うん。だから、お金作っていかないと。はい、せいさん、明けましておめでとう。今年もよろしく。いや、あのね、あの、結構ね、あの、こう、成熟した女性からモテますよ。そうそう、もう毎日積み重ねていくだけだよ。毎日毎日積み重ねて、もう明日を作るのは今日しかない、今しかないと思ってるから。ただそれだけだよ。明日の目標とか追っかけてもしょうがない。毎日ちゃんと生きる。毎日笑顔になるとか、もうそっちの方がよっぽど難しいよ。うん、ステッカーはね、黒と赤っていうこの2種類もありますんで、ぜひぜひ。そう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 。どうせいつか死ぬんだから。ペンペンさんおはよう。そうそう。それよりも毎日笑顔で過ごすことよ。みんなで楽しく。バカ話しながら。そっちの方が難しいな。毎日笑顔だったら一生笑顔だよ。トントン、今年もよろしくね。ありがとう。ハート花火ありがとう。よっしゃ。ありがとう。お年玉いただきました。ありがとうございます。今年初日の出動画がツイッターで2万再生された。おお、すごいじゃん。おめでとう。風船プレゼントありがとう。ナイス。ナイスナイス。ありがとうね、トト。早速今日40分間走ってきましたよ。体なまってるわ。毎日ね、あの、ロードワークは40分やろうと思ってるんで、ちょっと放送頻度減っちゃうかもしれないけど、あの、トレーニングビシバシ配信外でやろうと思ってますんで、応援よろしくお願いします。え？新年早々モグリンだったの？あ、そうなの？なんか普通にコメント打ってくれればいいのに。どうしたの？忙しかった？LINE した？オッケーオッケー、ありがとう。ありがとう。お、ステッカーお買い上げ、ありがとうございます。ステッカー。ちょっと待って、これどういう意味だろう。合計、500円、これどういうことだろう。3種類ステッカーがあって、これが1000円なのね。赤と黒っていうのが1000円なので、これが500円、これが500円、小さい方が。これが2枚で、これ1枚ずつってことかな。これが2枚だと、2枚で1000円でしょ。で、1000円だから3000円、プラス送料200円だから、それが3200円なんだけど、 OK。 どういうことなんだろうな。ちょっとメール送っておくね。よいしょ、メール送ります。はい、ワード2。ランニングはね、昨日5キロだったね。40分で5キロだからちょっと恥ずかしいよな。ありがとうございます。ステッカー。残りが、167枚でございます。皆さんぜひぜひ、限定品で再生産なしなんで、お買い求めよろしくお願いします。レッドさん、おはよう。家族団らんでモグリンが精一杯だった？あ、そうだね。家族との時間も大事に過ごしてね。5キロ、いやいや、20分で 2.5 キロだから、本当にジョギングだったね。途中歩いてたし。完走できなかった。LINE 送った？ありがとう。
はい、明けましておめでとう、桜ちゃん。今年もよろしくね。うん。全部で9人。大家族だな。いいね、いいね。いいね。うん。すごい疲れるっていうかね、息が持たないね、肺がね。うん。でも、体が作れないと動けないからさ。うん。そう。体作ってバッチバチ動ける、もう。でもだんだんシミュレーションができてきたね、心構えつうか、こういう気持ちでファイトスタイル臨もうっていうのが、うん、だんだんイメージができてきたから、前回ともう明らかに違うっていうのが、そのやっぱりリングに立ってその勝負するっていう感覚があるから、実際ね、その負けてからその強くなってるの自分でもわかるんだけど、負けから学んだことがいっぱいある。うん。とにかく走るってことと、一個一個のその練習であったりとか試合とかのイメージで、その本番と同じように取り組むっていうか、ちょっと気負いすぎって言われるんだけど、気合い入れすぎてて、もうちょいペース落とせって言われるんだけど、俺はそれくらいでいいと思ってんの。とにかく毎回勝つイメージっていうか、うん。その心が負けちゃうと、その試合の時にやっぱりナーバスになったりとかするから、毎回その勝つイメージでやってる、全力を尽くすっていうのと、うん、そこからだいぶ良くなったね。スパーリングの質もだいぶ変わってきたし、水はガッバガバ飲むね、ガッバガバ飲む、うん、とにかく水分補給は切らさない俺は。その代わりどんどん汗かくっていう、ガンガン飲みます僕は。よく水飲まないトレーニングとかあるじゃん、昔の旧式のスタイルみたいな。俺ああいうの好きじゃないの、うんうん、ガバガバ飲むのは良くないっていうけど、もちろんあれだよ、あのそんな胃がボタボタにならないようにさ、少しずつ飲むけど、俺は普段から水飲む方だから、うん、あの練習中は口に含むのを何回もするっていう感じだけど、前回達彦のは脱水症状を起こしちゃったから、すげえもうガッバガバに飲んだけど、スポーツドリンク飲むまでずっとね、もう喉がカラッカラの状態だった。あれは良くなかったね、うん、あれはあんまり良くなかった。頑張らんと。あともうちょっと腕太くしたいかな。もうちょっと腕太くしたい。それが今の目標かな。じゃんじゃん前に攻めてぶっ倒すっていう。攻めの和道でいきますから。捨て頃2は。一応ツイッターにもね、毎日の練習、こうアップロードしていこうと思ってるんで。もし砂漠で水がなくなった場合、和道さんどうします？そんなところに行かないですね、僕は。あの、砂漠に行かないです。捨て頃来んの？のんちゃん。オッケー。応援して。うん、オッケー。頼むよ、うん。チケットもう買ったの？のんちゃん。応援しに来て、1000円飛ばしてよ。ドバイから来るの。ヘリコプターで。頼んだ。オッケーオッケー。いいね。多分盛り上がると思うよ、今回も。うん。テルがね、敵が強いからね、クモン竜だからね。まあ、テルはやってくれるでしょ。テルには負けてほしくねえな。前回ね、テルに負けてるから。だからテルが負けたらね、俺がクモン竜に負けた気持ちになっちゃうの。テルには勝ってほしいね。今度は二人でね、メダル一緒に並んでつけてえな、テルとは。別にクモン竜ね、嫌いなわけじゃないけど。一緒に戦ったよしみだから。
年末は端末で見てたから今年は生で見る。絶対生で見た方がいいよ。生で見た時の迫力は全然違うから、のんちゃん全然違う。びっくりするよ。あの臨場感が全然違うの。どれくらい違うかっていうとさ、リングサイドで見るとこんな感じだよ。すごくない？こんな感じで見れるんだよ、のんちゃん。すごいでしょ。もうさ、普段見てる映像と全然違うでしょ。これが正面の席から見た感じ。もう青山とテルなんだけど、青山とテルじゃねえわ、青山とワドウだわ。なんでテルチャンピオン2人、全然違うよ。うん、絶対生で見た方がいいよ。絶対生で見た方がいい。迫力が全然違うから。やっぱ金払うだけの価値はあるよ。金払うだけの価値は、うん、すごいでしょ。この距離感で俺がしばかれてるところ見れるんだよ。のんちゃん見たいでしょ。この距離で和道がしばかれてるところ見れるんだよ。ねえ。こんなのファンは泣いて喜ぶでしょ。しばかれてるんだよ、この距離感で。見て、この人。爆笑してるから、ほら。この二人見て。爆笑してるでしょ。この人なんか写真撮っちゃってるからね、この人なんかね。わかる？もう爆笑してるから、このおっさん二人。和道しばかれてるわーっつってね。人が戦ってんのに笑ってるからね、この二人。しばかれとるでーっつって。ほんまやーっつって。誰だかわかんないけど。それがやっぱり生で見るね、あの楽しみだから。でも生で見よう、生で。いや、俺乳首出さないよ。やだよ、うん、俺は服着て戦うよ。誰が俺の乳首見てんだよな。どこにも需要ねえわ。まあ総合は必要かもしれないけど、ボクシングは別に服着てもいいでしょ。全然問題ないと思うよ。いや、あれは素晴らしいよね。そうそう、囲いもアンチも楽しめるイベントっていうのはなかなかうまくできてるよね。そう、和道しばかれるのが見たいリスナーはいっぱいいるから。そう、でも昨日捨て頃改めてこう振り返って見てみたんだけど、コメント欄があるのを初めて見たの俺。コメント欄もキャプられてるやつ、結構コメント走ってんだな。ドゥワーってずーっと流れてて、音がない音がないって書かれてたけど。面白かった。あんなにコメント走ってんのニコ生みたいだなと思って。ツイキャスであんなコメント走るなんてないでしょ。感動したよ。ちょっと頑張んねえとなーって。ニコ生アンチ慣れはするっていうよりも、俺はあんまり慣れなかったけど、あのね、どうでもよくなってくんの、だんだん。そのニコ生をやってると、なんかね、リスナーが人に見れなくなってくる。なんかコンピューターのプログラムかなんかなんじゃねえのかって勝手にね、あの妄想して、勝手になんか自己防衛本能みたいなのが生まれてくんのよ。はい、リコリコさん、ありがとうございます。ありがとう。今年もよろしくお願いします。ありがとう。なんて言うんだろうね、なんか慣れてくるね。なんかそう、こいつらも本気で言ってねえだろうなみたいな、なんかそう気にならなくなってくるんだよ、だんだん。アンチコメントっつっても
別に会うわけじゃないじゃん。友達でもないじゃん。普段からこう顔合わせる。だからね、どうせもう会うことねえだろうし、何言われてもいいや、みたいな。ノリとは違うんだけど、聞かなくなるっていうか別に、なんつうの。何にも思わなくなるんだよね。ほら、あれだよ、妖怪さんね。あのね、よくさ、戦場に行くさ、あの、兵士さんが言うけど、なんだ、死体を見ても何も思わなくなるって言うじゃん、戦場で。最初に死体を見ると、すごくショックを受けたりするけど、だんだん人間の心を失うみたいなこと言うでしょ。あれに近いんじゃない？叩かれても、その、なんか、その、平気になるっていうか、だから戦場のノリだよね、ニコ生はね。人間の心をどん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 失っていくんだよ。うん。それに近いものがあると思うよ。心が動かなくなってくんだよ。そこが、そうやって生主は強くなっていくんだよ。そうそう。ニコ生戦場だから。レスバトルだからね、あれ、毎日。ぴょこたん先生の動画を見てるとね、この人、鋼のメンタルだなっていうか、コメント読んでねえなって毎回思うよね。うん。いや、敵国でしょ、完全に。リスナーは敵国だったからね、ニコ生の場合。てか、なんだろう、配信やると歯磨きたくなるの、なんなんだろう。お願いな、どうしたの、なんでも、なんでも言って。ニコ生はもうアンチがいてなんぼだね。うん、本当に。だから、稼ぐとかいう価値観がないから、コメントを一番書いてくれるのはアンチじゃん。シネダのカスナの、ずっと書くわけだから。だから、もうアンチがついてなんぼだね。ニコ生は、本当に。ブロックしてるきりなんかないし。みんなに注意して、わかった。みんな、明けましておめでとう。和道だよ。みんな、プレゼントがあるんだ。今年もよろしく。ハッピーニューイヤーなんでちょっとカミカミなのかわかんないけど。なんでちょっとカミカミだったんだろう。ギャーっつって。ありがとう、のんちゃん。花火ありがとう。なんで若干噛みかけてんのかね。新年いきなり鬱になりそうです。マスオさん、おはよう。あけましておめでとう。あ、でも大人の色気持ってるっつうかさ、セクシーだなこいつって思うの、カオスだよ。なんかさ、カオスの放送見たことある？みんな、なんか色っぽくない？あいつ、俺ね、カオスにはね、ちょっとね、結構本気で嫉妬する。なんかね、いちいちね、かっこいいの。なんか喋り方も雰囲気も顔も。あと俺、顎がないじゃん。なんか顎しゃくれてるじゃん、カオス。ちょっとエロくない？カオス、なんかそのちょっとセクシーなんだよね、カオスは。あれいくつだっけ、30代40代。クソカスカオスっていうその配信者がいるんだけど、おっさんの、そう、悪い子がいるの。悪い子がセクシーなんだよ、ちょっと。絵になるの。ちょ、かっこいいんだよ。シティーボーイだよ。セクシーだよね。うん。ああいう、ちょっとね、日本っぽくないよね。うん、わかる。うん。たまにコメントしてる人、配信者なの、ふわっちで。たまにっていうか、結構ヘビーリスナーだよ、カオスは。うん。うちの常連だよ。明けましておめでとうございます。うん、今月捨て頃、あ、原田さんか。あ、どうもどうも、原田さん。よろしくお願いします。あ、原田さん、僕、お願いしてることがあって、動画の撮影だけさせてもらうことできますか？コラボするときに、いろんな人に、それを条件でお願いしてるんですけど、僕、YouTube もやってて、YouTube で紹介したいんですよ。その原田さんがやってるイベント。生放送は回さないんで、カメラ回させてもらってもいいですか、原田さん。原田さんだ、ほら、アメリカ人とか達彦が今お世話になってる、マッハジムのプロの格闘家だよ、この人。原田さん。うん。のんちゃんが言ってることが分かった。どういうこと？何が分かったの？うん。あ、メキシコでホームレスやってたよ、やってたよ。
20日か21日か、どれさん来れるみたいな、どっちか都合のいい日。あ、僕はどっちでもいいっすよ。あの、YouTube 用の動画って OK ですか？カメラ回させてもらうのって。メキシコ標高高いとこなの？どうなのかな？なんかサボテンに向かってオナニーしたけど最高だったっつってたよ。メキシコで、録画 OK！ 了解です。よろしくお願いします。そうそう、薬の話してんの。そうそうそう。悪い子だから。いつも薬の話ばっかりしてんだ。そう。そう、サボテンに向かって射精したっつってたよ。最高のオナニーだったって言ってたよ。うん、どうせ変な薬飲んでなんか変なことになってたんだろうけど薬の話ばっかりなんだよカオス。もっとねなんか深い話に落とし込んだ方が絶対カオスは面白いと思ってて、俺ねカオスの弱点分かってんの。カオスはね薬に縛られすぎ。あの生主で評論するなら、生主として語らせてもらうなら、あのね薬の話に偏りすぎで、薬の好きなリスナーが集まりすぎ、あれだったら配信に成り立たないよ。コアなリスナーしか集まんないんだもん。もっとその精神面とか語ったりとか、世界をどう見るかっていうトークに持ってかないと難しい。そう、どうしてもね薬の話ばっかりなんだよ。個性あるのにもったいない。もっといろんなこと話した方がいいんだよ。話題を広げた方がいいの。語れる人だから、あの人は。もったいないんだよね、そこは。もうドラッグの話しかしてねえもん。毎日。あれだと一般のリスナーつかないよ。うん。うん。あ、了解です。よろしくお願いします、原田さん。いっす。何人ぐらい参加するんだろう。ちょっと歯磨いてくるわ。なんか口の中ベタベタして気になるわ。ちょっと歯磨いてくる。え？ネバネバ。なんかねザラザラするんだよね。ネバネバっていうか。ザラザラ。
ザラザラ。いや、歯の裏とかがザラザラして気になるの。舌はね、ザラザラしない。セゴロ楽しみでしょ。うん。はい、友達と電話してくれ。了解、行ってら。のんちゃん、お茶ある？あるよ。お茶ちょうだい。氷入れる？氷いらない。和藤さん見ながら電話する。ありがとう。ありがとう。サンキュー。20日か。20日までに基礎体力戻しておかないとな。迷惑かけちゃうから。20日か。でもすごいよね。プロに教えてもらえるんだぜ、格闘技。熱くない？プロに配信の格闘技を教えてもらえるって。体脂肪率高いよ。24% とか 26% とかの。20% 切ったことないよ。女の子みたいな脂肪率だよ。なかなかないよ。現役でプロでやってる人だよ、原田さんは。ねえ。すごい機会だよね。現役のバリバリのファイターからファイトを教えてもらえるんだもん。これはファンからすると羨ましいでしょ。めちゃめちゃすごい体してるからね、原田さん。ありがてえよ。池上さんが原田さんの弟子になったの。何なの、その配信者がさ、簡単に弟子になる文化、俺嫌なんだけど。嘘ばっかりなんだもん。何人だってタイプが違いすぎるでしょ、池上さんと原田さん。なんでそんなことになってんの。ちょっとよくわかんねえよな。わけがわかんないよね。でさ、俺さ、ミュウツーの弟子がザクロって言ったけど、ザクロの方が配信面白いし、閲覧も伸びてるし、アイテムもらってんの。逆だろうと思ったもんね。なんでザクロよりも人気のないミュウツーが師匠なんだろうっていう。笑えるでしょ、爆笑もんだよ、そんなの。逆に恥ずかしいわ。よくわからないよな。その弟子って簡単に名乗っていいものなのかっていうのもあるし、なんか弟子が多すぎる。初見さんいらっしゃい。和藤さんもいるじゃん。弟子誰？海宝。いや、海宝はだから海宝は弟子なんだけど、あいつは何を盗んでるんだ俺の一体。なんか新年の挨拶に行きたいって言ってたけど、スルーしたよ俺。元旦早々、新年の挨拶に伺いたいって言ったけど、まだ分かってねえみてえだなっていうね。なぜのんちゃんを怒らせるようなことをするのかっていう。群れないと何もできないのかな。
なんか嫌だよね。一匹狼がかっこいいよね。なんか群れる文化嫌なんだよな。なんかその意味のないコラボが多すぎるとも思うし、無駄なコラボ、なんかそのコラボすることで何かが生まれるんだったらすげえかっこいい、相乗効果があるんだったらいいけど、多くの場合はさ、大手さんの売名に、大手さんの閲覧を取りに行ってるだけな気がすんの。過疎生主がなんかリスワンに利用したりとかさ、だからちょっとね微妙だなとか思ってんだよね。なんかかっこ悪い、普通に。なんか閲覧とか収入が高いところに媚びを売る配信者を見るとげんなりする、俺は。ないわっつって。あ、りょう、あ、ありがとうございます。はい。なんかやだよね。もっと自由にやろうよっつうか、もっと楽しくやろうよっていう。なんで人は群れたがるんだろう。子供の頃から群れるやつら嫌いだったんだよね。なんで群れたがるんだろうね。群れる文化あんま好きじゃねえわ。販売は、完成したら販売しますよ。完成したらします、します。はい。仮想でも一人でやってる人の方が面白かったりする。いや、だから面白いのに評価されてない人を見るとちょっと残念だなと思うよね。あの、面白い人こんなにいるのにっていう悔しさがある時はたまにあるよ。うわ、こいつ面白え、みたいな。めちゃめちゃ尖ってるわ、みたいな。でもなかなか評価されなかったりするからね。要は、人が集まってるところに人が集まりやすいんだよ、放送って。だから面白いかよりも、面白いとか面白くないとかいう問題よりも、人が集まってるところにこう集まっちゃう習性があるから、で、人が集まってたら面白いっていうのが大衆心理にあるわけよ、集団心理に。俺はね、そこはね、なんか違うんじゃねえかなっていうのは思ってるんだけど、まあまあしょうがないよな、これは人間そのものの心理だから。そうそうそう、神格化していっちゃうのよ、どん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 洗脳されていくじゃないけど、周りが雰囲気でどんどん作っていっちゃうのよ、そういう空気を。俺はね、そういうのはちょっと冷静に見るとか、まあ配信自体見ないからな、あんまり、あんまり配信にこうバーってのめり込むっていう感覚は俺は分かんないかもしれない。ピンで普通に配信回してる方がいいんじゃねえって思うけどな。いいよ。ペコが今日も元気だね。あと100円均一いかないと。電球買わないと、電球。後ろに電球かましてるんだけど、電球のスタンドあるんで2つ切れちゃったんだよね、電球が。だから買おうかなと思って、単純に電球が切れたってだけだね。ここにスタンド照明ついてるの、
この照明用だね。うん、そうそうそう。なんでキャスバーに金梅さんこの時間帯にいるの？完全に営業時間じゃないでしょ。金梅さんあれかな、朝までいて寝たんだねキャスバーに。だって昼間だよ、営業時間朝の6時までなんだよ。完全に寝てたでしょこの人。年明けからずっといんの？うん、かわいそうだね大和さん。スタッフがかわいそうだわ。ずっといるって。あれもう金梅さんと荒野の家でしょ、光くんと。あれ金梅ファミリーのために作られたところでしょ完全に。だよね、完全におかしいもん。荒野んちだ。荒野んちだよね。家借りたはずなのね。家で全然配信してないもんね。特定が怖いのかな。なんで特定に怖がるんだろうね。特定なんか絶対されるじゃん大手になったら。帰るのがめんどくさいんだよ。あ、よくわかんねえな。ああ、いやあれ大久保でしょどうせ。うん、多分大久保だと思うよ。暖房器具がないから外で配信してんの。いや100万稼いでんだからね。あいつなんか金ない金ないって言ってるけど100万稼いでんだよ毎月。毎月100万稼いでんだよ半年間ぐらい。だから去年の半年間だから600万持ってるはずなんだよ21歳で。暖房器具がないとかプロだよね、もうプロ小月だよ、プロ小月。銀行作れたのかな。いや銀行作れたっつったって600万ストックさせるわけないでしょ。いやだからないないって言ってリスナーさんからもらおうとしてるんだよもう、うん、プロ小月だよプロ小月。すごいよね、何でもかんでももらおうとするからな。いや買わないんだよ自分の金。あでもねそこはちょっとわかるかもしんない。自分の金で買ったら負けっていうのはあるんだよね配信者の中で。リスナーからもらわないとダメだっていうのはなんかあるの。それねいい意味であるんだよ。いい意味なのかどうかわかんないけど、なんかさ他の大手配信者もらえるわけじゃん何々欲しいっていうと。だからなんか自分で買うと負けたみたいな感情になるの。だからリスナーさんからこう天ギフで届くっていうのが理想なんだよね。わかる？グローブ送れっつってんだよ。グローブ買ってくれって言ってんだよ。グローブと iPhone ね。iPhone SE 買って誰か。SIM フリーの。うん、俺も小好きだから。うん、ていうか、ドレさん本当大丈夫なのかな？もう5日ぐらい放送やってないよ。忙しいのかな？忙しくないでしょ？暇でしょ？あの人。忙しいのかなお葬式って、うん、葬式1回か2回しかねえかな。2回ぐらい子供の頃2回ぐらいあったけど、うん、その後いろいろ忙しいな。何があんの？香典を返したり。香典返しって何？何？香典をもらって香典って返さないといけないの？よく帰ってくるのあるじゃん。あるの？いやわかんない。なんで香典？何そのシステム。金もらって金っていうか物で返すの？なんか
だから結婚祝いなんか渡したことないもん俺、うん、お返しもらったことない。なんか変な制度だな。来てくれてありがとうって言うの。うん、なんかややこしいな。ややこしい、うん、大変なんだな社会人ってな。俺には関係ねえな。うん、大人ってすげえな。大人は大変だな。子供のままでいいよ、うん、明けおめメールを一人も返さなかったっていうぐらい非道な男だからね俺。明けおめメールが来すぎてめんどくさくなって誰一人返さなかった男だよ俺。ひどくない？ひどいでしょ。配信者とか先輩とか、いやだからこういう時にさ、明けおめメールいっぱい来るじゃん職業柄だけど、あー律儀だなと思うよ配信者から。いやとんでもない量来るよやっぱり。うん、とんでもない量来ますよ和道は。だってもう一人一人に明けおめって言えないもん、めんどくさいもん。とんでもない量来るんだもん。ピコン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 。スタンプスタンプもね、なんかね、うん、明けおめスタンプを買うのがめんどくさいよね、うん、だから放送で見てくれて明けおめって言ってくれた人にだけ明けおめっていうことにしてるの。ツイッターで言った？ああ、正解だね。便利だね。いや、俺は放送で明けおめって言ってくれた人にだけ明けおめっていうことにした。でもちょっと気まずいなって思ったのが、便所さんに言わせてしまったっていうね。便所さんにすら挨拶しないからね。和田を今年もよろしくって。あ、よろしくお願いしますって。先輩に言わせるっていう非道な男だから。絶対社会人だったらクビでしょ。でも今年なんかその明けましておめでとうの凝った画像みんな作ってなかったね、うん、いやいやいや湯たんぽさん全く同意見だよ。いや別に年賀状は別に無駄だとは言わないけどめんどくせえ。無駄だとは思わないよやっぱり。悪い風習ではないと思うけど、でもね俺は合わない、俺はダメだった。うん、送りたい人が送ればいいんだもんって考えるようにして、上司からのもいただくだけにした。仕事始まってから怖い。うわーそれ勇気あるなー。いやサラリーマンでそれやるのは勇気あるわ。ゆとりの考えだよ、ゆとりの考え。俺はさす、あーでもサラリーマンの時もやらなかったな俺も、まあ、だからこんな生活になっちゃったんだけど。昨日飲みすぎて起きたら車で、寒すぎて死ぬかと思った。あー気をつけないと本当死ぬよ酔っ払って。投資とか全然あるよ気をつけないと、うん、車中泊で死ぬとかね嫌だよね。でもさ死んだ後って嫌だよね。死んだ後ってなんか知らない人にチンコとか見られるんでしょ。すげえ嫌なんだけど俺。死んだ後見られるんだよ俺のプリティなチンコ、かわいいかわいい、嫌じゃない？なんか嫌だな。死んだ後チンコ見られんの嫌だな。ガラスが凍ってた。見しといて。え？散々見せ、いや散々見せとくのは別に恥ずかしくないのよ。普段別にチンコ見せるのは恥ずかしくないんだけど、死んだ後にチンコ見られるってなんか嫌じゃない？なんで？
年賀状もお中元も旅のお土産も全部やらないけど、仕事に何の支障もない。おで、だって俺なんか旅のお土産あれだよ、未だに冷蔵庫の上にあるんだよ。リスナーに還元プレゼントっつってさ、全員の住所聞いておいて、まだ送ってないんだよ。それくらいクズ野郎なんだよ俺。クズ野郎でしょ。さすがにチンスコは全部送ったけど、あのハンカチとか全部もうなかったことにしてるからね。そういうところだよ。そういうところ、TCP と違うの、そういうところか。いや、だって俺が正しい配信者のスタイルでしょ。送るって言って送らないんだよ。リスナー還元だっつって何も還元してないんだよ。かっこいいだろ。いや、かっこよくない？だって沖縄なんて半年前の旅企画だよ。未だに送られてこないんだよ。だって俺、ステッカー買って振り込んだ人に怒られたもん。1ヶ月届いてないって。それくらいクズだよ。うん。そうそう、おはよう。俺、ステッカー代振り込まれて1ヶ月間放置できるぐらいメンタル強いんだよ。あのね、立件されてもおかしくないんだよ。本来は。詐欺だから、ただの。それくらい、もう嫌なの。めんどくさいの。すごいメンタル強いでしょ。すごいメンタル強いでしょ。って。しかも、下手に来るんだよ、リスナーさんが。和藤さん、ほんと忙しいところすいませんって。DM で。和藤さん、ほんとにわかってるんですって。ただ、振り込まれた、振り込んだんすよって。確認してもらってもいいですかつって。あ、ごめんなさいって。明日やりますって言って、1週間放置するっていう。で、あれまた届かないんですけどってまた言われて、あ、ごめんなさい、明日やりますって言って、でやらないっていう。TCP はちゃんとするんだよ。いや、 TCP ちゃんとするんでしょ、そういうところは。そう、5回ぐらいごねて初めてちゃんと届くっていうシステムだから。うん、いや、俺だからネット販売とか絶対できないもん。予約が来ようが振り込まれようが絶対納期を守れない。でも今回あれだよ、シールはちゃんとすぐ送ったよ。入金確認してる人全部書いたよね、のんちゃん。偉いよね俺。まだこれからあるでしょ。これから来るんだよ。もう鬱なんだよ。スタンプ作ろうよ、のんちゃん。もう自分の住所書くのも嫌なんだよ俺。もう本当に辛いのよ。自分の住所プリンセスガーデンって何回も書いてると頭おかしくなるから、もうスタンプでいいでしょ。いや、シールでもいいの、もう。もう住所も。いや、文句を言わないんだよ、うちのリスナーは。いや、うちのリスナーは仏だと思うよ、本当に。金を払う。ね？商品が届かない。それでも文句言わないんだ。それでもごめんなさい、和道さんって言うんだよ。人間できすぎでしょ。仏だよ、仏。仏ですよ。いや、和道さんねって。そういうところ大好きだよって言いながら見守ってくれるんだよ。仏だよ。いや、リア凸おすすめする、本当に。家の前に取りに来てほしいの、ステッカーくださいって。本当にステッカーください、ピンポーンってやってもらいたいもん。ああ、1枚1000円っつって、駄菓子屋スタイルね。寝てるでしょ。寝てるんだよな。そうなんだよな。寝てるんだよな。今日やってねえわっつって、明日来てって。寝てるでしょ。寝てるんだよな。明日も寝てるんだよな。放送やってる時に来てって。うん、催促されない仕事はやらない仕事。あー、すごいね。いや、俺ね、アメリカ人になった方がいいよって本当に学校の先生に言われたもん。うん、いや、だから放送回ってる時に電話もかけてほしいし、もう放送が回ってない時は寝てると思ってくれってずっと言ってるんだよ。そう、もう本当に放送をずっと回してるから、もうその時に電話かけてこい、家に来い。うん、おい、デッパちゃん、明けおめえ。ステッカー来るまでアイテム投げません。マジで？いや、ステッカーほら、振り込みに確認したら、送ってるよ、ちゃんと。今回やってるから、そうそう。頼むよ。頼むよ。やめて。ステッカー送るから。アイテムは投げよう。うん、風船5個ありがとう。ありがとうね、デッパちゃん。今年もよろしく。そんな困っちゃうよ。銀行止まってんだから今の時間。うん、初見さんよろしく。のんちゃん、ハートありがとう。ハートありがとう。
いや、アイテム中山さん困っちゃうよ、本当に。水道止めますみたいな話だからね。電気明日から止めますよ、みたいな話だから。おっかないよ、それは。それは勘弁してください。アイテムはください。ギブミーアイテム。うん。いや、そうなるでしょう。ギブミーアイテムですよ、ギブミーアイテム。そう、Please give me fireworks。 食っておまんま食ってけなくなっちゃうから。俺だけど決めたの、今年からあの給料定額制にした。無駄遣いしないようにちょっと貯金を意識する。大人になったでしょ。2年目の和道の目標、プロ配信者2年目の目標は、ちょっと資金を作る。でっかいことやるための。事業資金貯める。で、まあ3年ぐらいやったらそこそこ貯まんぞ。お店かなんかやろうよ、みんなで。彼氏欲しい。彼氏？いや、作ればいいじゃん。そんなね、美貌、若いんでしょ？すぐできるよ。本当に切り詰めたら年でいくら貯まりそう？いや、なんでそんなこと言わないといけないんだよ。やめてよ。やだよ、言わないよ。何そのトラップ。なんで俺が切り詰めたらいくら貯金貯まるか言わないといけないんだよ。言わないよ、そんなの。でも、その、コツコツやっていくよ。配信やるのって金かかんだぞ。金かかんだぞ。できないもんで、できないって言ってたら彼氏なんかできるわけないじゃん。っていうかね、あのね、彼氏が欲しいっていうのは、デッパちゃん幸せになれないからダメ。その考え方。好きな人を見つけるの。そう、彼氏が欲しいじゃダメなの。幸せになれないよ。そうじゃなくて、素敵な男の人と出会いな、デッパちゃん。そう。彼氏が欲しいって誰でもいいって言ってんだから。ダメよ、そんな自分のこと安売りしたら。本当に素敵な男性見つけなさい。俺のように。いや、そうでしょ。結婚したい、結婚したいって言ってるやつ、結婚できないやつだもん。素敵な人を見つけたら勝手に結婚できるでしょ。じゃないの。結婚したいって言えば言うほど結婚できない女になると思う。言えてるでしょ。これはよく言ってる、人、ね、人、こと、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていう順番があるって。要は誰と何をやるのかな。で、目的のことを言ってる人が多すぎるのよ。結婚したいってことなの。それよりも誰となの。ドバイで結婚したいって、場所なんかどうでもいいんだよ。場所とか時間で、30歳までに結婚したい、時間とかどうでもいい。相手を探せ。誰となの、人生っていうのは。そう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 。人なの。人と人なの。だから、デッパちゃんは素敵な人と出会いなさい。のんちゃん結婚してとか言わないの？言わない言わない。言わないよ。むしろのんちゃん結婚あんましたくないでしょ？したくないの。したくないんだって。いいな。そういうシステムやってないから。こっち、そういう結婚とかいうシステムは日本人がやればいい。人間がやればいいと思ってるから。よくわかんないんだもん。よくわかんないの。素敵な人見つけな。まあね、あのね、焦らなくていいんだよ。あのね、出会うべくして出会うから。男と女も、男と男も、女と女もそうなんだけど、人は出会うべくして出会うから。そう。でも、あの、間違いなく言えるのは、自分と同じレベルの人間しか出会わないよ。で、無理やり付き合っても結婚しても別れることになるから。だから自分のこと磨いておかないとダメなの。
いい人と付き合いたかったら自分のこと磨くのを忘れないこと。これはもう普遍的なことだから、自分を磨けないやつにいい人なんか現れるわけないから、うん、自分をビカビカに磨いておきな、うん、ピカピカの彼氏を手に入れたでしょやっぱり。でのんちゃんも自分磨きしてたからおでこピカピカの彼氏できたもんね、うん、うん、そう行動行動、うち和道さんが好き。あごめんなさい、もうあのもう1000倍予約済みです無理です、はい、僕は他の女性とお付き合いすることありません、はい。ただどうしても好きなら俺でオナニーするところまでは許してあげるそこまでセーフだから、そっから踏み越えていくとのんちゃんに引きずり回されて殺されるよはい、のんちゃんおかえり。ダメよ、僕にはのんちゃんがいるからね。えのんちゃん、うん、予約済みだもんねそうそう、のんちゃん2人いるからね、玉が飛んでくるよ段取りが上手くない人はどう思いますか。あー段取り下手なやついるよな、仕事とかでもな。俺は仕事をするときにその管理職だったから現場に立つことが少なかったので、段取りが下手な人には段取りを組ませないっていうやり方をしてた。段取りが下手な人に段取りを教えようとする社会なの、日本人って。俺はダメだと思ってる、それは。それよりも段取り組むのが上手い人を入れる。あとね、役職とかもねすごいこだわってて、プレイヤーはいくらでも稼げるようにした。現場で働いてる人はいくらでも稼げる仕組みを作ったので、管理職とかリーダーになる人っていうのは人望がある人。要はね、これサッカーとかスポーツ見てて思ったんだけど、スター選手って何億も稼ぐでしょ、サッカー上手い人は。それでいいの。監督って別に選手より稼げないじゃん。でも監督になる人とかはその威厳があったりとか、チームから尊敬が集まるような人にさせる、名誉職にするんだよ、うん、あれやれこれだけやれじゃダメよ、適材適所した方がいい。そう、その方が会社ってうまく回る。心に余裕、そう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 、心に余裕がないと。そう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 、欲しい欲しいって言ってる時はダメよ。そう、あでもね、のんちゃんね、うん、和道さんに、うん、1億円のマンション買ってくれて、うん、で月に100万円のお小遣いくれる人だったら、うん、お父さんと結婚してもいい。うん、ちょっとごめん、何言ってるか分かんないからもう一回言って何、ね、和道さんに1億円のマンション買ってくれて、うん、で月に100万円のお小遣いくれる人だったら、うん、和道さんと付き合ってもいいよえ、何、どういうこと、ちょっとよく意味が分かんないんだけど、どういうこと。え、ね、じゃあもう一層分かる意味が、え、何、どういうこと。じゃあ、え、だから和道さんのことが好きで、お俺のことが好き、はい、で、うん、1億円のマンション買ってくれる人で、俺に1億円のマンション買ってくれるの、そう、うん、それで、うん、月に100万円の、あ100万円じゃ少ないか、うん、200万円のお小遣いくれて、うん、そういう人だったら、うん、和道さんと結婚してもいいよのんちゃんと別れるの俺、 そうしたら嫌だよ俺、うん、そんな金じゃ嫌だよ。でも、うんうん、和道さんは200万円のお小遣いがあるから、うん、愛人としてのんちゃんを変えるのんちゃんは愛人に下がるの。そういや俺マンションも金もいらない、うん、金を積んだら俺と正式に付き合えるシステムなんだ。そう、1億円のマンションで月毎月200万くれる人、そんな日本人いねえわで、のんちゃんは愛人なんだそんな女いねえだろ生々しい、生々しいね生々しい。俺は自分で金稼ぎたい人だから、うん、そういらない。それよりもリスナーさんから花火が欲しいそんな発したマンションとかいらないから、貧乏人からかすめ取る1000円の方が俺は好きなんだよ
みんなの泣け出しの金で生活するのが好きなんだよ。みんながらカップラーメンをすすりながら、和道花火っつって明けおめって言って、そうやって、ね、俺がどんどん豊かになるっていう、この格差社会ヒエラルキー、そういうのが俺は好きだ。こうリスナーという、リスナーをどんどん貧乏にさせていって、その屍の上の頂点に立つっていう、そういうシステムだから。和道さん家賃払えない、でも花火あげるっていうそうそうそう、あ、カップラーメン今食べてんのあのね、楽して金稼いでもつまんないのね。俺はそのサクセスストーリーとかシンデレラストーリーは好きなんだけど、やっぱりそのなんか努力してたりとか掴み取るっていうかっこよさってあるじゃん。だからね、そのなんだろう、サクセスって何なのかっていうと、手に入れ方だと思ってんので、1億円ただ欲しいだけだったら、金だけが欲しいんだったらね、毎月200万楽して稼ぎたいんだったら、俺生主なんかやらねえから。でしょ？効率悪いもん。バカすぎるじゃん。そう。そうじゃなくて、最高に自由な生き方して、最高に楽しんで、かつ、富も名声も地位も名誉も全部手に入れるっていう裏技を使おうとしてるから。そう。それをやりたいんだよね。うわーって、ガキどもがさ、うわー、ワードいいなーって。だって金だけ掴んでもさ、その名声とかさ、そのファンとかは手に入らないわけじゃん。チヤホヤされないわけじゃん。だから全部ごっそりいただきたいんだよね。そう、富、地位、名誉、金、全部もらう。泥棒欲の塊、地獄に落ちるだろうね俺は。閻魔様が許さないと思う。舌出せこの野郎つって、てめえは地獄に落ちて舌抜いてやるわつって、その下が悪いんだなって、うん、金も女も地位も名誉もすでに手に入れてるやん。これで満足したら志が低すぎるかな、うん、その確かにその何も持ってなかった、そのホームレスの時、いやネットカフェ難民の時は本当に何もなくて、唯一これだけかな、このノートパソコンから全部始まって、本当にこれしか持ってなかったので、この服で留置所入ってたの。まさにこの服で留置所入ってたのよ。これで。これで毎日生活してたの。だ、家もなければ、その人脈もなければ、何も持ってなくて、これ一本でどうにかなり上がんねえとっていう状態だったけど、さすがに今の状態で満足したら志が低すぎるし、うん。まだ取り戻してねえな。うん。まだまだまだ納得できないかな。もっともっと上行きたい。もっと上見てきたから。俺は。六本木ヒルズの最上階まで行ったんだから。うん。あそこに戻らないとと思ってるね。うん、エンドレス。まあエンドレスだけど、それが楽しいんじゃない？やっぱその上流階級の人たちって、まあ貴族みたいな人たちは日本にもいるのよ。そう。あそこに戻りたいかな。うん。この国で大金掴むのは効率悪いので、いかに楽してそれなりの金を手にして入るか、戦略は正しいかもしれない。あ、そう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 、本当に。だからこの国なりの処世術なんだよ。最高に幸せになるために。おい、来たい！ことよろう！ことさん、ことよろう！ありがとうございます。いい年にしましょう、一緒に。花火ありがとうございます。元ヒルズ族じゃないですけどね。僕はヒルズに住んでたわけじゃないですけど、あのヒルズクラブの最上階一回入ったことあるんですよ。でそこでスピーチしたことがあって、だあそこってもう特権階級しか入れないじゃないですか。だからその日本の頂点見てきたし、上場企業の社長とか芸能人とかとパーリーやったことあるんで、
その上流階級、あもう日本って本当に格差社会なんだって、で本当にすげえことになってるんだっていうのを目で見たから、俺はそうドラゴンボールあるっていうのを知っちゃったから、うん、そうそうそう、いやいや、あのね、その新しいユートピアの発見どころか開拓作っていくんだけどね、やっぱりね、知らないのを否定するのはダメなの、俺の中で。モイスをさ、俺は見たから、うん、俺は見た、うん、個人資産30億とか個人資産200億の人と会話をしたから、うん、でそのエッセンスも忘れちゃいけないんだよね。上場企業のオーナーヒルズになんか住むの、さっきも言ったんだけどヒルズクラブですね、はい、ヒルズクラブ、うん、だから多分ヒルズクラブっていう存在知らない人が多いと思うの、うん、ヒルズクラブって知ってる？みんな。っていうかね、そもそも六本木ヒルズってまず語弊があって、六本木ヒルズっていうのは商業施設の、あの映画館とかあったりビルがある方を六本木ヒルズって言って、森ビルが管理してる隣のビルのマンションのことをみんな六本木ヒルズだと思ってないのよ。そっちが、その要はあの堀江さんが住んでたりとか、ナインティナインの矢部さんが住んでたりとか、あ誰が住んでる芸能人だと、あとエビちゃんとかが住んでたのか、あれが俗に言う六本木ヒルズ、ヒルズ族なので、俺が言ったのはそのメインのタワーあるでしょ、商業施設の一番最上階、あそこっていうのは年会費360万払わないとそこに会場に出入りできないっていう人、ヒルズクラブっていうのが存在するの。もう特権階級の、だからもうパーリーですよ。パーリーピーポーが集まるんですよ、うん、雰囲気全然違うよ、うん、もう特権階級、うん、そう、そこで一回見ることができたの。そこの中に足を踏み入れるまでのポジションに行ったのよ。そう、その時の写真見る？見たい人手挙げ。ヒルズクラブってどんな感じなのかっていう、見たい人手挙げ、うん、そう、そっから俺はホームレスに落ちたからね、うん、そう、ホームレスから上まで上がってホームレスまで落ちたからね、うん、見てみたい、うん、よいしょ、うん、それがこれね、うん、そう、それがこれ、これ何歳の時かな、26歳かな、26歳の時かな、うん、スピーチしてる時だね、うん、そう、だからここで終わりたくないんだよね。そう、全盛期ではないよ、全盛期ではないよ、人生ジェットコースターなんだけ。これ韓国の上場企業の社長だよ、うん、これ韓国の上場企業で、韓国のリースキンって会社知ってる人いる？マルチ、マルチ、うん、この人超有名な経営者だよ、うん、リースキンの、社長、韓国の上場企業2社持ってるよ、うん、なんでホームレスに落ちたの？いやもういっぱい動画に上がってるよ、いっぱい話してるよ。新宿のマンションのホームパーティーに行った時は小島瑠璃子と同じエレベーターになってボタンを押してくれて本当いい人だった。うん、でももう考え方が違うよね、うん、金持ちになる人間は全然考え方が違う。細いね、ちょっと痩せたね、あの時は。もうスーツ着ることはないかな、もうスーツは着たくねえな、めんどい。借金なんかに対する考え方、あれ金持ちの考え方が倒すんだよ。借金っていうのは踏み倒すべきなんだよ本来。っていうと日本人は考えられないとか非常識とか言うかもしれないけど、借金を倒産する権利っていうのを分からないんだよ普通の人は。そのなんていうのかな、負債を背負った時の
負債を背負った時の、あの考え方が全然違うの。負債に対する考え方が。だから本来資本主義っていうのは成り上がるための仕組みなわけじゃん。成り上がっていくための仕組み。それをそのなんつうの、チャンスは無限に与えられて借り入れをできるんだけど、ダメになった時とかを救うための国の制度っていうのが自己破産制度なわけじゃん。だからアメリカとかのさ、成功してる人間とかだとさ、自己破産とかバン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 やってるんだよ。だから日本人がその借りた借金は必ず返さないといけないっていうのがまさに洗脳されてるんだと思うよ、俺は。うん、はい、明けおめ、うん、まさにそうだと思う、うん、うん、まさにそうだと思う。だからその金融工学とかをちゃんとあの勉強しないと俺はダメだと思う、うん、金融工学であったりとか、そのなんつうんだろう、お金に対するリテラシーみたいなのをちゃんと考えていかないといけないと思うよ、うん。だから借金できるっていうのがそもそも信用なわけじゃん。借金できるのがそもそも信用に値するわけじゃん。だからさ、その信用ができないとお金自体を借りることができないんだよ、お金自体を、うん、だって借金5億できるってすごくない？借金5億できるとか、借金10億できるってすごくない？だから大企業とかがまさにそうじゃん。大企業なんか自転車操業じゃん。うん。あの、新しいお金をさ、どん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 もらってさ、そっから回していくわけじゃん。うん。うん、すごいよね。うん。だから返済する能力がないと日本だと借りれないわけですよ。うん。だからすごいと思うよ。タバコ？アメスミのメンソールライト、うん、アメスミのメンソールライト、もともとマルメラをずっと吸ってたんだけど、あのリスナーさんにそのタバコの健康被害と、あと地球の汚染についてさ、あの教えられて、でその無農薬なんだよアメリカンスピリットは。で、その、農薬の被害っていうのが、その土壌汚染するでしょ。で、なんつうのかな。農業の3分の1は農薬被害の、農薬被害じゃない。農業の3分の1に使われてる、農薬の、タバコか。3分の1はタバコなの。おはよう、母さん。おはよう。うん。そう、うん、それでアメスミに変えた方がいいんじゃんって、和道が別にガンになろうが知ったことじゃないけど、地球環境のこと考えた方がいいんじゃないのって、うん、あ、なに、その時が来るまでもアメスミなの？アメスピ美味しいよ。うん、添加物が入ってなくて。お水、お水、水道水。うん、新宿のお水。うん、
アメスビ臭いか。タバコ自体が臭くない？うん。タバコ自体が臭くない？うまいよ。JT のタバコとかってさ、添加剤だっけ？着火剤みたいなのが入ってんの。アメスピはまずい。え、アメスピほどタバコ、まずいタバコない。うん。そう？普通にナチュラルなタバコで普通にうまいと思うけどね。本当のタバコ吸いじゃねえ、つって。俺好きだよ、アメスピ。うん。アメスピ全然好き。うん、一回味覚えると美味しいよね。うん、減りも遅いしコスパいいよ。ちょっと高いけど 1.5 倍吸えるし。だから葉巻とかに近いよね。昔マルボロだった、うん、マルボロのブラックだったりとか、マルボロの普通のやつ吸ってたよ、うん、でもねこっちの方が美味しくなってきた。一回慣れたらもうやめらんないね。アメスピの方が美味しくなってきたね、うん。でもあれだよな、捨て頃のこと考えたらさ、本当はタバコやめた方がいいんだろうな。だってもう肺がドロドロだもん。マラソンして全然走れなかったもん。もう肺がダメになってるね。半年間でどれくらい走れるようになるかだよね。タバコをコロコロ変えるやつは、本当のタバコ吸いじゃねえ。わかれよ、意見も。別に俺が何吸おうが全然良くない？うん。本当のタバコ吸いはじゃあ何吸うの？本当のタバコ吸いは。何の銘柄吸うの？本当のタバコ吸いは。やっぱピースとかエコーとか。ショートホープとか。しょっぽ、うん、セブンスター、うん、フィルターなんて甘い。フィルターは甘いの。ゴールデンバットとか。ゴールデンバットって今見ないよね。フィルターは甘い。フィルター甘い、うん、セッターしか吸わない。セッ
セッター結構重たいよね。あ、最近あれ見なくなったな。あの、なんだっけ。なんだっけな。あの、ラッキーストライク吸ってる人多くなかった。ラッキーストライクって今売ってんの？え、マイルドセブンがメビウスに変わったんだっけ？ラッキーセブンって吸ってる人ある？最近見なくない？うん。ラッキーストライク見ないのね。水タバコ渋すぎるっしょ。水タバコ、うん、あ、ラッキーストライクまだ売ってんだ。うん、あ、ラッキー、あ、まだある、うん、ダビドブ分かんないですね。手巻きタバコを吸ってる人も見たことがない、知り合いで手巻きタバコを吸ってる人も見たことがないね、俺は、うん、ガラムとか、うん、あ、ガラムとかね、うん、ラッキーは韓国製になったんだ。会社自体を韓国に買収されたってこと？うん。買収されたの。頑張りしたい。奥まで着きたい。出た。出た、うん、あの妄想ならいくらでもしていいですよ、はい、なんでガチホモ定期的に湧くんだろうな、うん、製造だけ。あ、日本のメーカーでは作ってないんだ今。でもあれでしょ、アメスピも日本の農園始まるって書いてあったよ。日本でも農場を作りましたって。もともとだからアメリカで作ってるタバコだったんでしょ、うん、鬼塚って GTO の鬼塚へえ。なんかさ、あの渋谷の交差点のあのハチ公前から駅降りるじゃん。で、交差点の左側に渡るとタバコ屋さんがあるのよ。そこでタバコ買うとね、毎回ね JT の人がタバコくれるんだよね、うん、なんでか知んないけど。満月だとどの枠にでも湧きます。和骨、え、どういうことマチルダいらっしゃい。満月だとどの枠でも湧きます、どういうこと、うん、マチルダおはよう。なんでセブンスター送られてくるんだろう。満月は性欲が高くなる。犯罪率も上がるんでしょ満月って、うん、アメスピア吸ってもなかなかタバコが減らない理由やない。 1.5 倍ぐらい減らない。 1.5 倍から2倍ぐらい。あのね、添加剤っていうのが入ってないの、葉っぱの中に。 JT のタバコって燃えやすくするように、口当たり良くするように燃えやすくするやつが入ってんの。増塩剤だったかな、それが一切入ってないから、ナチュラルなタバコの葉っぱしか入ってないのよ。あ、ないよ、燃えない、なかなか。あ、ハマキン近いかもしれない。
今月の満月ってでかいの。たくさんね、葉が詰まってるわけじゃなくて、そのタバコのね動画見て勉強したんだけど、一回タバコの葉っぱをこう人工ニコチンで抽出するのよ。で一回抽出した後に紙のバルブっていうのが残るので、紙を、要は紙を作るのよ、タバコの葉っぱで。でその四角く切った紙をバルブに人工ニコチンを再抽出するの。だから味が均一なの。でその際に3分の1ぐらい増塩剤っていうのを入れるの、燃えやすくするやつを。だからその味のコントロールができて、その口当たりのいいタバコっていうのが作られるの。 JT のタバコは、でもそのなんだろう、アメスピのタバコっていうのはそうじゃないのね。ナチュラルなその無農薬の葉っぱだけを詰め込んでるから、なかなか火がつかない、燃えづらいの。あ、セコロ応援してくれる人、ぜひ、ステッカー買ってください。1枚500円で販売してるんで、よろしくお願いします。布製のステッカーも、同時に売ってるんで、ぜひ一緒に買っていただけると嬉しいです。よろしくです。
初詣行ってないもん、全然。家から出てない。スーパー行ったぐらい。初詣行った後と。だって混んでるじゃん。東京の人は明治神宮に行くのかな。行く気にならない。初詣はいいや。ディズニーランドより並ぶんだよ。ねえ、すごいもんね。正月らしいことといえばお餅を食べたぐらいかな。お酒を飲んだことぐらいと、うん、携帯電話死んじゃったもん。また完全に俺どうしたらいいんだろうな。三大関東三大大使のうち一つが地元にあるけど混むから行かない。あ、川崎大使と成田山と明治神宮合ってる？三大大使つかない。携帯買わないとな。外配信できないと困っちゃうよ。違う？三大大使、川崎大使となんだろう。川崎大使かわかんないな、うん。すごいね、尿道にわさび入れるのが趣味なんだ。いやー SE がいいかな。 SE がいいな、 iPhone は。うん、10は使いにくい。ホームボタンがないんでしょ10は。うん何の趣味だよね。伊勢神宮か。iPhone7 使ってんの。 iPhone SE が欲しいな。いや携帯ないと超不便だよ、うん。携帯ない、え？ゲームできないもんね。ゲームができないし、あと Twitter に写真をアップロードできないのが辛いね。うん、Twitter が使えないのが厄介だよ。いや原因が分かんないんだよね。前から調子悪くて、高野行動分かんない。知らない。何それ、のんちゃん。高野行動、うん、寿命かな。落としまくってるからな。もうボロボロだもん俺の iPhone。 電源ボタンで入らない。あ、知らない。うん、PUBG が分かんないもん。なんかゲームだっていうのは分かるけど。いや俺も本当にそのアップルの発表あったあたりからパツパツ落ちるようになって、ついに電源が入らなくなった。うん、あの例の訴訟のやつだよね。ちょうど iPhone6 なんだよこれ、うん。小さい方がいいね。落としやすい。でかいのは小さい方が使いやすいね。片手で操作しづらいこのサイズは。なんかジョブズがやっぱり言ってたらしいよ、このでかいサイズだと片手操作できないからダメだっつって、うんうん。アップデートしない方がいいかもね。もう信用落としたよねアップルは。ていうかマジでこれどうすりゃいいんだろう。マジで困ったな。うん、でかいよね。このカメラのちょっとした突起も多分許さなかったと思うよ。やっぱ SE がかっこいいよね、デザインとかも。なんだっけ、このゴールドも許さなかったらしいよね。ジョブズが死んだ後にそのだいぶ改良されたんでしょ。完璧主義者だからね。大体今回の詐欺みたいなさ、そのアップルのソニータイマーみたいなこともジョブズだったらやらなかったと思うよ。
そういう濃すいビジネスみたいなのは。せこいよね、うん、なんかジョブズがいなくなるとここまでダメになるんだっていうの毎回体感してるわけじゃん。アップルとかアップルの商品ってなんで学べないんだろうね、うん、いやーだってね iPod でさその取り戻すまで iMac かジョブズが戻ってきて一番最初の授業はすごい快進撃だったよね。一回ダメにあそこまで落ちたアップルをさその復活させるのすごくない？でジョブズが死んでまたダメになってるからね。なんかねそのスペック勝負とかし始めたりしたらもう終わりかなと思ってる、うん、もうなんか何ギガになりましたとかさ解像度がどれくらいになりましたっていうことしかやってないじゃん。なんか革新的なそのなんかライフスタイルが変わるようなことできなくなってるよねアップルが。電源入らねえし困ったな。アップルストアっていつから開いてるんだろう。アップルストアって銀座だっけ、うん、銀座表参道か、うん、1日あ今日やってるわ。やってる。バッテリーチェンジっていつから安くなったんだろう。太ったちょっとリバウンドしてる、うん、マチコさん明けましておめでとう。今年もよろしく。そう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 今年いっぱいは電池交換安くできるっていう、うんうーん困ったな。もう安くできんのかな。見てもらってこようかな。どうしよう。一回充電直してもらおうかな。え、のんちゃんアップルストア行かない？銀座の。銀座じゃないでしょ。表参道でしょ。銀座にもあるし表参道にもある。ちょっと魅力薄れてきたよね、うん、意外に時間取られるんだ、うん。基本予約制？マジか。今から行ったら大丈夫かな。どうしようかな。電話してから行かないといけない。うん。ヤフオクか、うん、iPhone の SE っていくらなんだろう。あ、運が良くないと難しいレベルなんだ。マジか、うん、行くなら早い時間の方がいい、うん、だよね。まいったね。都内人少ないんだ。ああそうだよね、田舎の方にみんな帰ってるからね。行こうかな。 iPhone
もう安くできるの？3000いくらで変えてくれんのかな。アップル行ってみようかな。まずは電話、表参道の方がいいのかな。新宿にもあったっけ、アップルストアって。聞いたことない、銀座、仙台、名古屋、心斎橋、渋谷、表参道。表参道の方が近いのかな。直営店だったら一緒？表参道店。今日やってるな。電話して聞いてみるか。のんちゃん電話借りれる？うん、うん、表参道店に電話してみよう。ちょ、電話して聞いてみるわ。
ペニーさん花火ありがとう。明日になった明日。ちょっ とお手洗い行ってきますね。すいません。ただいま。おお、ヒロ君いらっしゃい。今年もよろしくお願いします。ごめんね、ただいま。結局ね、明日になった。予約いっぱいだって。明日の夕方行ってくるよ。ただいまです。お待たせです。明日行ってくる。
表面のガラスは割れてないかな、大丈夫かな、うん、ベッド取られるんだえぐい商売だよね。おばちゃんの配信履歴見たらおっさんの声でうなってたあの和道さん好き付き合いたい彼氏欲しいって言ってたおっさんの声でうなってた残念だね。チャムはでも付き合いたいんでしょ、デッパちゃんと。おっさんだった悲しいな。女のケツ追っかけるからそうなるんだよ。開けてはいけないパンドラの箱を開けてしまったんだよ。残念でした。閲覧減ってなかった？120人ぐらいいなかった？電話する前、うん、いやどんまいだね。悲しいね。だから下心持ってたらダメだよ。俺はアップルしか買いたくないかな今のところ。なんかアンドロイドいいいいって言うけど、良かった試しがないね、体感で。うん、体感でいいと思ったことが一回もない。やっぱ配信者みんなアップルだしね、アンドロイド使ってる人少ない。X 買ったやつみんな文句言ってる。あー、 X は欲しくないかな。うん、なんか新しいやつは欲しくない俺も。 SE 古いやつが欲しいね。 SE が欲しい。 SE 値段下がらないのかな。今いくらなんだろう。公式でホームボタン出てる。どういうこと？公式でホームボタンあるのに実機にはないってこと？うん、 SE かな俺が欲しいのは。なんか丸いデザインあんまりかっこいいと思わないんだよね。 SE がもう完璧にかっこいい形でしょ。後付けホームボタン出てんの今。顔認証評判悪い。いいところ一つもないじゃん。イヤホンも Bluetooth になっちゃったんでしょ。俺ね、有線を無線に変えたのは俺最大の失敗だと思ってるよ。あの無線の Bluetooth は音質絶対悪くなるし、選べなくなるじゃん他のヘッドホンを。あれは解約だよな本当に。ちょっと考えられない、ちょっと考えられない。うん、だからもう高級路線にシフトしたんでしょ。ちょっとな、最近のアップルな、どうなんだろうな。5万800円か、たっけえな iPhone。 5万800円か、うん、おはようボンマさん、おはようございます。楽しんでってください。
128ギガ、32ギガだと1万円下がるか。32ギガじゃ無理だと思うんで、あーつかねえのか、くそ。64ギガだと足りないと思ってる。俺64だけど別に足りてるな。でもまあ128か32ギガの2つしか選べないから。SE、ホームボタンは必要だろう。なんか、俺はホームボタンは絶対いると思ってるな。どうなんだろうね。なんだろう、そんなことよりもバッテリーの問題とかを解決してもらいたいけどな、うん、なんかどうなのって感じだよね。丸っこいのかっこよくないし。 SE っていつ出るんだろうね。早く見てみたいな。やっぱ2年に1回お布施をしないといけないのかな、アップル信者は。新作を買い続けないといけない宿命なのか。一応バッテリーはね、その半額以下で対応してくれるって、その3000円のやつ。うん、いや分かんない。 SE は今年出るっていう噂だね。噂、今年出るっていう噂、うん、あ、ツイッターフォローありがとうございます。ツイッターフォローありがとう。3000円で治ったらいいんだけどな。 Bluetooth やだよね。俺もやだ、うん、値段高すぎるよな。 Android ってどれくらいなのかね、値段。 Android 使いたいとは思わないな、ちょっと。それでも Android やだね。 Apple の信用失ったとはいえ、まだ Apple の方がいい。でもさ、これ以上オーバースペックじゃない。なんかこれ以上スペックが上がってもどうなのっていう風に思う。 SE ぐらいでちょうどいいと思うんだよね。あんまりそのスペック、 iPhone しか使ったことない。 Android ね、一回使ったことあるんだけど、ちょっと微妙。 AirPods すごくいい。仕事しながらずっとつけてる。マジで。だってイヤホンも充電しないといけないんでしょ。あ、そうなんだ。受けてるんだ。え、俺はないと思うんだけどな。いいんだ、便利。あのエア、あれでしょ、無線でしょ。受けてるな。音もいいのかな。エアーポッズっていうの。配信聞いてるのバレないし。それはいいかもしれないね。Bluetooth バッテリー減るんじゃないのかな、うん、まあつけっぱにしておくんじゃない。今日ジム入門してこようかな。ジム行こうかな。ボクシング行こうかな。
現代の Bluetooth はオンにしてても減らない。いや、年中無休って書いてあるね。行ってみようかな。ジム入門しようか迷うな。もうでも行った方がいいよね、そろそろね。え、行こうかな。体力もつくしね。そうだよね、行くか。よし、通うか、今日から。のんちゃん、また携帯借りていい？電話していい？はい。ありがとう。電話するわ。はい、ただいま。なんかね、ネットから登録してくれって言われた。招き猫ありがとうございます。ソソさんありがとう。ソソ体験入店行くか、やってみるわ。いや、緊張するな、なんか緊張するな。のんちゃんも行く？のんちゃん行かない？のんちゃんも体験するの？のんちゃんも体験する？今日何曜日だっけ？今日は火曜日。今日火曜日か。雰囲気おかしくなる？ダメ？ダメ？やっぱり。今から行こうかな。ちょっと怖いな。怖いな。大丈夫かな。できるかな、俺。できるかな。ダイエットボクシングって書いてある。ダイエットボクシング行ってきていい？ダイエットボクシング。初心者ボクシングじゃないの？初心者ボクシングは、そう、入会がないね。
イエット、どうしよう。ダイエットボクシング。体力作ってからの方が、月、まあ1万円切る値段だね。いや、あのね、ドレさんからあの本格的なところ行くなって言われた。ミットもっともらえないんだって。要はプロの邪魔しないでね、ワド君、はい、端っこの方でサンドバッグ叩いてねって言って、半年間経ったら、うん、頑張ってるねっつって、でまたサンドバッグ叩いててねっていう、もうほったらかしなんだって、プロのボクシングジムは。だったらそのエクササイズ系のところに行った方がいい、絶対いいって言われた。ワドはちゃんとミット持ってくれるし、あの体力を作ったもん勝ちだから。いや、そうでしょ、冷静に考えて。だって普通に強いジムとかあったらさ、プロの邪魔しないでねーでしょ。だって本格的なボクシングジム行こうか迷ったんだけど、俺はぶっちゃけ無理だと思ってたの。そしたらドレさんが行くなっていうの、ダイエット系行けっていう、フィットネス系行きなさいって、絶対そっちの方が技術上がるからっていう。実際そうだよね、だるまさんね。だって半年間でさ、捨て頃があるっつってさ、本格的にトレーナーがついてとかマンツーマンで教えてくれるわけないじゃん。端っこの方でやっててねえでしょ。だったらダイエット系に行った方がミットもっともらえるし、よくない？だよね、だるまさんもそうだし、ドルさんが言うんだから間違いないでしょ。うん。ミュウツーでそれよね。だからミュウツーもそうだったらしいでしょ。そう、失敗したんだ、それで。うん。いや、いや、そうでしょ、知らねえよ、放置でしょ、そんなの。サンドバッグ叩いててだよね。まあ俺は別にそれでもいいんだけど、でも高いのよ、そ、本格的なプロが所属してるところって値段が倍するので、俺が行くところって8000、1ヶ月8000円で、夜11時まで好きなだけできるので、キックとか総合とかいろんなプログラムがあって、そのシャワーもあってみたいな。だからフィットネス系の方が良くない？うん。だから体力つけるって意味で俺はそっちの方がいいと思ってんだけど、8000円で毎日通い放題で好きなプログラム全部受けれる、出稽古グループ店舗の何十店舗全部行けるみたいな。ジム内でプロの時間で教えられるとボコボコにされるだけ。そうだから初心者系の最初に行った方が和道はいいよっていうのがドルさんのアドバイス。だって日高さんとこ行ってほしいなって、プロが行ってるところに俺みたいなさ、ゲロ道ですよ、初めの一歩知ってる人なら笑ってくれると思うけど、俺は完全に初めの一歩で行ったらゲロ道なんですよ。ハンマーナオですよ、ハンマーナオ。それおかしなことになるでしょ、ゲロ道走ってろって話でしょ。うん、いや笑ってくれたか、ありがとう。日高さんがダイエットジム開いてる。でも値段的にはちょっとあれだよな。ちょっと自分で選ぶところにするわ。ちょっとじゃあ行くわ今日。うわ超緊張する。うわ超緊張するな。超緊張する。いやもうここでいいやと思ってる。一番家から近いっていう、あのルカは楓方式ね、家から近いからっていう。え、そうそうそう、だって通わないと意味ない。ドルさんも言ってたもん、ワドは通わないんだから家から一番近いところ行けよって。でなんでここがいいかっていうと、ちょうど走って20分なのよ。だからロードワークもできるから、いいと思うんだよね、ここ。週何回とか決まってるの？いや、だからもうずっと空いてるから、うん、夜の何時、夜中まで使っていいよっていう授業も。うわー、ジム初めてで緊張するんだけど、こういう方が緊張する。うん。
いや今年こそやるよ。あれ俺自分の電話番号わかんねえな。のんちゃんの電話番号登録したらダメ？いいよ。いい？ちょっと待って、じゃあ音切るわ。ああただいま。あ、いいよいいよ。うん。じゃあ通うよ俺みんな。うわ緊張するな。俺こういう捨て頃通うのとかよりもコムショーだからさ、すげえ緊張するんだよこういうの。すげえやだ。何これ、なんでエラー出てんだ。大丈夫大丈夫。まあ緊張するの一回だけだしね、通わないといけないからね、どっちにしろね。予約しました。今日通ってきます。じゃあうわ緊張する。コミュ障炸裂だよこんなの。うわ超緊張する、うん、マジか。うわマジか。どうする、ダイエットボクシングでさゲロ吐いたらどうしよう。ゲロ道だからグエーっつって超かっこ悪いよね。ダイエットボクシングでさゲロ吐くまでやられたら超かっこ悪いよね。ありうるかな。全然やば。しかもちょっともう筋肉痛なんだけど、昨日のロードワークで、うん、昨日のロードワークで結構足に来てるんだよね。ジムってどんな感じで過ごすんだろう。まあでも痩せるか、いい感じか。痩せるか。何持ってきゃいいんだろう。手ぶらで行っていいのかな。とりあえずジャージでいいんじゃない。ジャージでいいか。うわ予約しちゃったよ。マジか。すげえ緊張すんだけど。恐ろしい。恐ろしい。
ジム行ったことないよ。今まで我流だよ俺。だから仏服拳法だけだよ俺が習ってたのは。仏服拳法、仏服プーの仏服神拳。今まで全部我流。我流つうか、まあリスナーさんに教えてもらったりとか、そのリアドしてくれた人に教わった技術だけで戦ってたの。まあ無理があるわな。っていうことはジム通ったら爆発的に強くなんじゃないの？わかんないけど。グローブも欲しいな。グローブ買っちゃおうかな。マイグローブ本革。マイグローブ買っちゃおうかな。本革の2万8000円のダミーの方がいいかな。8000円の方がいいかな。ちょっとアマゾン本革の方が長持ちするよ絶対、うん、本革の方が絶対長持ちするよ。名前変えたんか。いや読み方はどうでいいよ。漢字だけ変えた。漢字だけ変えました。在庫切れだな。え、だってこれ在庫切れだよのんちゃん。ラインいいよ、かけてきな。ラインいいよ、かけてきな。あ、安くなってる。16,300円になってる。あ、今だ。え、なんでなんで。え、安くなってんだけど。ちょっと待って。あ、なんだ、値段変わってねえや。19,000円だって。 IDあのふわっちの LINE に書いてあるよ。ふわっちに誰か URL 貼ってあげて。ふわっちに LINE の URL 書いてあるからポチって押せばいいよ。ふわっちのプロフィールにポチって LINE 公式 LINE って書いてあるから ID いらない。 URL クリックしてごらん。あるから。あるある。 ID いらないよ。バーコードじゃなくてその URL をポチッと押したら LINE 勝手に登録される。やってごらん。 URL ポチッてごらん。ダミーの方も高くなってるな値段。うん、かけていいよ。かけておいで。これ安い。コンテンダーっていうの安いな。いやこれ安いんだけど。5,000円 ?6500 円で売ってる。5300円で売ってる。これ。いや、安いからダメなんじゃないの？わかんないけど。またバリバリがダメになっちゃう系じゃない。一応このメーカーはドレさんお墨付きだけど、ちょっと不安だよね。かけてるな。あ、ごめんごめん。待って。あ、いいよ。かけてきて。かけてきて。今、つながるよ。これだと6500円で売ってはいるけど。どうなんだろう。これ？本革の方が良くない？ちょっと待ってね。おい、もしもし。もしもし。おい、誠、久しぶり。久しぶり。なんか音ハウってない？マジで？うん。ハウってる？あ、大丈夫になった。久しぶり、元気してた？でも元気だよ、俺は。元気元気。もしもし。何？聞こえる？聞こえるよ。FC2 ぶりぐらいやね。2年ぶりぐらい？もう。え、そんなに？多分2年ぶりぐらいだよ、誠。マジで？うん。何やってたの？あの、FC2 やめたから。で、FC2、あの、あれ、ちょ、よかったらさ、うん。
と顔映した、なんか誰と話してるんとかなるやん、リスナーさん。いや別になってないけど。顔映してほしいの？この人と話してるみたいなことを言って。あ、分かった分かった、ちょっと待って、設定するから。FC2 ぐらいの中やん、別に今からの中じゃないやん、うん、いや分かってるけど、ちょっと待ってね。うん、顔映せばいいの？うん、顔映して。ちょっと待って、うん、ちょっと待ってね、うん、いや、うん、いや映したけど映したけど何なの？ Thank you。 うん、いや、うん、誰ってなるやん、リスナーさん。いや、なってない、なってないから。だから、あれやって、うん、なんかな、きったね顔だな、相変わらず。放送してる誠ですって言っといて。自分で言えばいいじゃん、宣伝。あ、ふわっちで配信してる誠です。和道さんとは、うん、FC2 の時から仲良しです、うん。何かお前仲良しじゃないよ別に。しかもさ、お前さ、おにぎりって名前の方がいいと思うよ。いや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 、うん、仲良しでしょ。いやだってみんなおにぎりおにぎりって言ってるよ。おにぎりで覚えてるよ。マジで？いやいや、だからおにぎりくん、だから誠じゃなくて前おにぎりでやってたじゃん。じゃあまあまあそうやけど、うん、皆さんリスナーさん、僕FC 和道さんがちょっと、うん、まあこれ言っていいか分からへんけど、かそってる時からの仲やから。あのねかそってる時って言うけど、お前よりはかそってないよ、言っとくけど。だし俺ニコ生で有名だったから。え、何？なんかいろいろ聞いたけど、ちゃんまんとかさ、うん、なんかいろいろ突して大きくなったとか言って聞いたけど、それもう FC2 の頃だ、古い。もうFC2 に行った時は全然ニコ生では大手だったよ俺。え、大手やった？大手だよ。いつから？腹立つ顔だな、相変わらず。相変わらず。いつから大手やった？いや、もうずっと大手だよ俺は。マジで？うん。何？いやでも、うん、やって何？FC2 の時はまだかすってたんちゃうの？まあまあでもそうだね、あんまり FC2 ではブレイクしなかったね俺は。え、その時はニコ生でブレイクしてたん？もうすでに5000人コンビぐらいだったよ。マジでそんな大きかった？そうだよ。だから最近やだけど、全然全然。だから FC2 に行って受けなかったから、誠とかより閲覧下だっただけで、あれだよ、ニコ生では人いっぱいいたんだよ、もともと。あ、そうだ、 FC2 ではちょっと、 FC2 では俺以下やったってこと？そう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 。おお、そう、よかったよかった、それを認めてくれる、やった、ありがとう。腹立つわこいつ。なんなの？俺だって FC2 ってさ、常時20人超えてたの知ってる？知ってるよ。ちょっとさ、あのさ、FC2 の CEO あったんや。生放送でさ、同時閲覧20人以上っていうさ、変なマウンティングやめない？すげえ恥ずかしいから。え、恥ずかしいの？恥ずかしいでしょ。20人の小競り合いをするのはちょっと恥ずかしいからやめない？マジか。うん。何？ま、誠何？最近何やってたの？最近っていつ頃？最近っていつ頃？いや、ほら、FC2 引退してたでしょ？まあまあ、やめて。うん。あ、そう、おらんようになったいうのもすぐ感じてくれました。いや、別に、興味はないけど、別に。いや、じゃあ何をしてたのって言ってんの。それ終わってから、いや、それ FC2 やめた理由がね、うん。ポイント稼げなくなったんですよ。はい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 。食えなくなったからやめたんだ。最初、ちゃんまんの囲いとかからポイントもらいまして。そんでから、それも長続きせずに、うん、もうアンチばっかりじゃないですか、あそこ。うん、ね、うん、そんで、アンチばっかりで、うん、まあ、そもうすぐに。ああ、もういいわ、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 もう絶望的にトークできないわ。相変わらずトーク、今いくつになったの？今30歳になりました。え、お前、30なの？今30歳なの？おにぎり。そんで、FP2 終わってから、まあ、無職やったからさ、やっぱ親にも仕事しろとかよう言われてて、仕事したんすよ。ね。だけど、ちょっと生意気で、ちょっと上司にちょっと目つけられて辞めさせられたりして、
まあ、同じように、まあ、無職の状態が続いて、まあ、仕事探せよ言うて仕事を探しに行ったら面接20件ぐらい起きたりして、ね、心が折れてる時にですよ、うん、で父親が、ね、病気になりましてね、うん、お大変だったね。それで介護してる最中です今。お前が介護してんの？そうそう。嘘だよね。ほんま。いや、お前昔からちょいちょい嘘つくじゃん。嘘ついてないって。いや、嘘つくじゃんお前、知ってっから。お前が嘘つきだよ。あ、そうなんだ。え、なんでふわっちやろうかなって思ったの？電波、まあ、ちょっと介護してるんですよ。うん、まあ介護偉いね。え、なんでふわっちやろうかなと思ったの？最近だよね、ふっかさん。まあ、ある時に、その、見やなあかん時間が増えたんですよ。そして家でちょっと楽しめることないかなと思って、うん、まあ、それまでふわっちっていうのはあったのは知ってたんですけど、うん、の時にふわっちやれ言われてて、そやけどまだ人数が少なかったと。で9月ぐらいにやり始めたときに、なんかニコラマのちゃんまんとか大手の人が来てたから、うん、あ、これなんかチャンスかなと思ってやりだしてる感じかな。あ、そうなんだ。え、何、初めてどれくらいなの？9月の16日デビュー。あ、じゃあ結構経ってるんだ。そうそうそう。うん。どう？和藤さんも放送してたってましたよ、ずっと。あ、知ってた。いや、だってちょくちょく来てたじゃん、リスナーで。たまにね、たまに。うん、で、あの人おったよ、あの、うん、何やったっけ、うん、フットサルのボコボコの女の人。なんか俺の彼女だ、のんちゃん。あれびっくりしたんやけど、粘着するんじゃねえや。ちょっと似てる。で、なんか時間かかったここ骨折してたやん、これ、うん、そうそうそう、なんでやね。もう一回やって、ちょっと似てるわ、うん、もう一回真似して。いや、粘着するんじゃねえよ。ちょっと似てるわ。いや、あれ、なんでそんなんなったの？もともと半年間ぐらいディスってたの、ミュウツーってやつが俺のこと。ああ、知ってる、うん、ミュウツーは知ってる。そうそうそう、だからのんちゃんが怒ってたの。おお、粘着っていうのはコメントで？コメントっていうか、ずっと和道のアンチ放送みたいなことずっとやってたの。ああ、うん、のんちゃんは俺のファンだから怒ってたの。めっちゃボコボコにしてたよ。めっちゃボコボコにしてたよ、うん、そんだ、骨折した。骨折した。やばいよ。やばいよ。やっとくっついたよ。でも骨折するほど殴るって、うん、あれいくら女性でも男性でもそうやけど相当やで。相当だよ。本気でぶん殴ったんだもん。ほんで何、痛いって言って、もう殴った後にうわって痛い、和道さんで痛いって言ったの？いや、なんか痛い、和道さん手がって言うから見てみたら拳がぐっちゃぐちゃだった。え、それでちょっと病院行こうかっていう話になった。そうそうそう、その場でもう病院連れてって、その病院のドクターにはなんでこんなになったんですかって聞かれた時なんて言ったの？知らないよ。知らないよ。あ、それで、うん、何ふわっちで何、今後どういう配信をやっていきたいの、まことは？いや、まあ、最初はお金稼ごうと思ったんですよ、正直。おうほうほう。あの FC2 みたいに。おう、いくらぐらい稼げてんの、今。今はトータルで1万ちょいぐらい。やるじゃん。やるのかな、それって。うん、いや、デビューしたてで1万円すごいと思うよ。なかなか、あれ、最初の数ヶ月で1万円すごいよ。トータルでやから。トータル？最初の10月から、10月は6000ポイントとかやった。ほうほうほう。うん、でもすごいじゃん。最初からもうお金もらえてるんだから。プロだよ。ああ、そうだ。やっぱもらわれへんもん。そうだよ。そう、すごいよ。才能あるよ。ああ、まあ、うん、まあ、でも、やっぱいろんな人が来るから、うん、人も来れば、悪い人も来る。うん、悪い人、うん、悪い人、どんな人？幼稚な子供？え？幼稚なちびっ子がさ、うん、アイテム投げろよとかさ、お前の放送おもんないんじゃとかさ、おう、って思って。いや、あのね、お前おにぎりに変えるべきだって顔。いや、おにぎりの方が売れるよ。で、人気を、完全におにぎり。キャスバー行ったりとか。完全におにぎりでしょ。人気出すためにキャスバー行ったりとか、うんうん、してたから、え、してる人おって。
すぐに四つ目に上がってたもん、金梅とコラボした人かな、うんうん、え、何、誠って東京住んでるんだっけ。大阪。大阪か、じゃ絡めねえな。和道さんは、何、うん、ちゃんまんとかと絡んだんですか。ちゃんまんには1回だけ東京でお世話になったことあるよ。お、他大手さん誰、うん、絡んだんですか。うん、いや自分で検索してくんね、それは。いや、ちゃんまんと絡んでたのはちょっと見たけど、逆に言うと大手さんで絡んでない人が少ないぐらい、絡んでない人を挙げた方が早いぐらい。マジで。マジマジ。あの金梅さんも絡みました。うん、金梅さんにも何回も会ってるよ。だから捨て頃で一緒に出てるし。マゴロックっていう人知ってます。マゴロック知らないですか。知らない。あ、知らないですか。うん、あれはワドさん、これちょっとマジで僕ね、2018年一発目大手のリア凸決めたんですよ。うん、稲子凸。稲子絶対合わないよいや、行ったんですよね、ワドさんも。うん、稲子は誰も会ったことないよ。そうそう、だから僕はリア凸一発で稲子に凸するコメ決めたんですよ。いや、だから会えないって、みんな答え出てるんだって。絶対に会わない、あの人は。稲子は神だから。だから、あの、会えない人間に会えればって、ボーン。だから光くんですら会えてないんだよ、ね。あ、その3杯目って言うと、うん、3杯目光さん。そう、光くんですら会えてないんだよ。無理だよ、お前じゃ。そう、ヒカルくんでさえっていうのは、ヒカルくんやったら会えるキャラってことですか。いや、ヒカルくん大手でしょ。おお、だから最近の人ですよね。うん、最近出てきた人。え、でもあれですよね、聞いた話では、うん、稲子が、会わない理由というのは。いや、あとね、あとね、もうね、お前ね、2年間放送やってないから、あれかもしれないけど、稲子そんなにトレンドではないから。2年間もっとやってないよ。FC2 以来だから、ワッチ。でしょ ?3 年ぶりぐらいでしょ、放送。4年ぶり。いや、3年ぐらいだと思うんだけど、稲子が大手だっていう感覚がずれてるんだって。どうなん今神、この神と言われているのは稲子じゃないんですか。いや、だから稲子を知らない人が多いぐらいだもん。だからお前の感覚、ずれてるずれてる。え、今はやっぱ何、大手っていうのはちゃんまんとか金梅ですか。まあまあまあ、金梅さんとかうなちゃんまんとかじゃないの。おお、うん、でもその上のニコ生の神と言われてるのは稲子ですよね。でももうニコ生自体が人がいないもん。ああ、だいぶ減ったんですよね、ニコ生。だいぶ減ったよ。それみんなふわっち来てるんですか。いや、まあふわっち盛り上がってるけど、まあまあツイキャスの方が人多いんじゃない。ああ、僕追加する永久版なんですよ。何やったの。わかんないですよ。チンチン出したりとかやりました。お前昔からチンチン好きだよな。あの、スカイプも A 版食らってるんですよ。バカだなお前な。チンチンよく出してたもんな。ね、ニコラがね、ちょっとそういう猥褻なコメントとかやって、うん、なんか手紙来ましてね。うん、話長い。うん、話長い。話長い上全然面白くない絶望的。 FC2 であいつの方が人気出るんだよ。意味が分かんないでしょ。全然面白くない、本当にびっくりするでしょびっくりするでしょ。もうなんでこんなやつの方が稼げてるんだって前から思ってたもんね。はいはい、また来てね、うん、もっとトークスキル磨いて。あと、いや、切るでしょ。むしろ結構泳がせた方だわ。チャンス与えたわ、何回も、うん、また来るわっつって。いや、絶望的な面白くなさだったな。だからね、あいつね、よくチンコ出すんだよ。そう、つまんないから。つまんないやつほどチンコ出すんだよポジティブなんだよ、無駄に。無駄にポジティブなんだよ。もう古い付き合いなの。3年前ぐらいのその配信者仲間で、そうで、おにぎりって呼ばれてたの昔は。いや、明るさも心のハートの強さもいいんだけど、そう、いいやつっていうかお調子者って感じかな。あのね、なんかもう適当なの、あいつ。適当なの。で、すぐ調子に乗んの。
で、いいやつっていうよりもお調子者って感じ。いやでもびっくりしたのが30歳だよね。でこいつも嘘つくんだよ。ちょいちょいカッコつけたり見え張ったりすんの。そうで、嘘がリスナーさんにめくられるタイプの、あのクラシックな配信者なんだよね元自衛隊員だとか嘘つくのよ。そうで、どん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 めくられていくの。全然自衛隊の知識なかったりすんだよ。なんで嘘つくんだろうな、よくわかんないよね。なぜ見栄を張るんだろうね。だから介護してるっていうのもあれも見栄なんだよ多分わかんないけど、すぐね、なんかいい人ぶるんだよねあいつ。いや、まあ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 、本当か、悪かった悪かった、頑張れよ、うん、っていうか働けよ。30歳になって何やってんだよお前石野とタメか、稲子がトップにいるっていう感覚がもう古いもんね、うん、いやいややってるよ。千葉さんとか覚えてない？千葉さんとか、北海道の生活保護の、西なんだっけ、西なんとかさんと、あと誰がいた、鮫島さんもやってるし、みんなどっか行ってないよ。あと松田、女の子だと松田とか、うん、FC2 の配信者全然ふわっち来てるよ、うん、懐かしいなあ。あら山あ、うん、あの閲覧10人以下の配信者の名前出さないで、閲覧10人以下の配信者の名前出しても誰も知らないからそういうローカルトークやめて、誰もついていけないし誰も興味ないから。あー、まことな、俺の方が上だったって思うのがすごいよ。ミュウツー気持ち悪いよね、うん、ミュウツー大嫌い。いや、LINE でやれって、俺こんなのと LINE でやりたくない。いや、ふざけんなよ、は。俺こんなバカみたいなやつらから LINE 殺到するんだよ。やめてくれよ、プライベートでやんないよ、俺。勘弁してくれよ。コメント欄だからまだ耐えられるんだから。勘弁してくれよ。プライベートの時間でなんで俺こいつに構わないといけないんだよ。絶対やだよ。やることいっぱいあんだから。ちょっと、ふざけんなよ。ツイッターの DM かコメント欄でしか対応したくないわ絶対嫌だわ、うん、あ、そうそう、トランクスさ、のんちゃん黒いトランクスあるでしょ、あそこのさ、ワッペンの部分って剥がせるの？ノリでついてる、ちょっと取ってくんない、トランクス。俺さ、黒いトランクスありだなと思って、マイク・タイソンも黒いトランクスだったんだよ。まあ黒いトランクスでよかったなと思って、あ、剥がせないかな、黒いトランクス。見せて、これ、ここのさ、このメーカーツインズっていうメーカーなの、これ剥がしたいんだよね。これ剥がせんじゃないの、糸切ったら無理かな、糸切るやつ。いや、これカッターで切る、いいんじゃないの。あ、剥がせる剥がせる。これさ、これ剥がした方がかっこよくない？どう思う、みんな。なんかメーカーのさ、ロゴ背負いたくないんだけど、どう思う？これあった方がいいかな？のんちゃん、のんちゃん、これ多分ね、あ、いけるいける、糸切ったらいける、くっついてない、中スカスカだもん。どう思う？ツインズのこれ剥がした方がいいと思う？みんな、
誰も答えてくれない。わかんないよ。剥がした方がいい？のんちゃんありがとう。優しい。じゃあ剥がすわ。ゴムの糸まで切っちゃダメだよ。ゴムの糸は切らないでしょ。これあれしょ、ワッペンの糸切れいいんでしょ。要は和道さんの彼女はメンヘラが多いんですか。どういうこと。多い。うん、まず彼女何人もいないしっていう多い少ないっていう基準がよくわかんないしね。切れた。あ、ダメか、これ一個一個切らないとダメなんだ。めんどくせえな。あ、これめんどくせえな。だ、糸切り用のなんかあるじゃん、裁縫の。あれがないと厳しいかもね、これ。あー、あ、いけたいけた。あ、いった。剥がそう。和道さんの力で大手にしてください。あのね、人の力で閲覧伸ばそうとしてもダメ。うん、あの普通に絡みな、閲覧下がったりしたらあの電話かけてくればいいじゃん。ただ人の力でその大手になろうとか言っても意味ないよ。そんなやつが上に行けるはずないじゃん。うん、その根性がダメだよ。普通に絡もうよ。絡んでて誠好きだわっていう人フォローしてくれるよ。ダメだよ、他力本願は。俺他力本願のやつ嫌いだもん。普通に絡めばいいんだよ。絡んで面白かったら人は増えるよ。ただそれだけだよ。うん、だってね、俺だって自分のファン大事にやってきて、別に売名とか特にしてねえぞ最近とか。いやー、俺放送行かないよ。うん、お前の放送面白くないんだもん。絶望的に面白くないんだもん。やだ、行かない。海宝と一緒に和道ファミリー名乗ればいいじゃん。海宝っていうあの俺の弟子がいるから、海宝と仲良くなって、海宝と、海宝とコラボ放送とかやって。そう、弟子がいるから、弟子が、弟子制度だから。配信はだってちゃんま長いもん、もう何年やってるよ。ちゃんまはもうレジェンドですよ。16年なんて嘘だよ、それも不可視だよ。11年ぐらいだよ。16年ってどうやったら吹かせるの。すごい吹かし方だよね。16年もやってないよ、ちゃんま。まず配信サイトないし。11年目ぐらい。途中2年間ぐらい引退してたんじゃなかったかな。鮫島さんの方が古いよ。永井先生とか。縫い付けしっかりしてんな。スティッカムなんて知らんかった。うん、永井先生が一番古い、今大手の中では。永井先生が一番古い配信者だよ。なんで呼び捨てなんだよ。なんでお前ごときが永井先生のこと呼び捨てなのかわかんないけど。まあ、誠はあれじゃん、キャラ濃いからなんか
ある程度ファンできそうだけどな。みんなやめてくね。いや、やめてくのが普通なんだよ本来。やめてく方が正しい判断だよ。配信で食ってこうなんてやっぱ無理があるよね。俺だから配信進めないもん。配信やったことない人に配信者やってみたいっつってもやめた方がいいよっていうもん。絶対良くないよ。普通に働いた方が絶対幸せになれる。ちょっとボロボロになるな。カッターで切ろう。危ない。永井先生すごいでしょ。だって小敷配信者の元祖だよ。永井先生から始まってるんだよ、リスナーのお金で生活するっていう文化は。一番最初に永井先生がやり始めたんだよ、まだそういうサイトがなかった頃に。リスナーさんの物資だけで生活するって、誰とも絡まないであそこに行くのすごくない？だからふわっちなんか永井先生のやってきたことの集大成なんだから。え、ね、どうしたの？永井先生すごいよね。え、すごい、すごくない？うん、なんで笑ったの？神だから、小敷界の神な。七色とは絡んだことないかな俺。なんかあの、なんだろう、あいつ自分のこと可愛いと思ってるぞ。いや七色爆笑でしょちょっと。結構自分のこと本気で可愛いと思ってるから七色は。絡みないね。知らない、メンヘラかどうか。本人に聞いてみりゃいいじゃん。ていうかなんでお前とチャットみたいになってんだよ。ちょっと他のリスナーさん助けてよ。なんで誠となんか会話してんの俺チャットで。なんで誰もコメントくんないの、辛いんだけど。なんで俺誠と話さないといけないんだよ。でそれ聞いても面白くないでしょみんな。助けてほんと。いやあかんのじゃなくて、なんで誠の一人絡みなんだよ。いや誠とも絡むけど、他のリスナーさんがなんで黙ってんのかよくわかんないから。何ぼーっと見てんだよ。それこそお前 LINE でやれって話でしょ。きついわ。誠は絶対俺だからね、大手にしてくださいとか言ってアドバイスしてんのに守らないんだよこういうバカって。解放もそうでしょ、企画考えてあげてさ、クリーンレディーでやってけってさ、絵を描いてあげても守らないんだもん。だから嫌なんだよ俺アドバイスすんのが。だから守ったら大手になれるけど守らないんだもん。だからもう人のあの配信に口出すの嫌になっちゃったの。大手になりたいっていうやついっぱいいるけどさ、なんつうの、約束守ったほんと達彦ぐらいだよ本当に。名前もバブー達彦に変えなっつったらその通りにやるし。そう、稲子と会いたかったんですか。古い話題が。古すぎる。その情報誰も求めてないから。誠はおにぎりに改名したら今よりもいいと思うよ。だからちょっとカッコつけなんだよね誠が。おにぎりの方がいいよね絶対ね。絶対いいよね。腰つべに上がってたよじゃねえよ。にわかリスナーのくせして。配信は自分で頑張りな。うるせえよバカ野郎。可愛くねえな本当に。
ぶっちゃけた話ね、売名すればするほど損するだけだよ、まこと。うん、面白い配信者、勝手に人が集まるから、自分で面白いことやろうっていう風な、やんないと向いてねえぞ、配信。なんかね、人様の力で大手になれるんだったら、みんな大手になってるわ。そんな甘くねえよ。うん、自分で面白いことやりな。よし、できた。いいね。よし。できた、できた。よし。無地になった。こっちの方がいいよね。うん。こっちの方がいいよね。うん、いいね。のんちゃん、できた。ありがとう。うん。うん、いいね。いや、サムネイルもおにぎりにした方が絶対いいし、なんかね、ちょいちょいね、女にモテようとかね、あのね、あのなんかカッコつけたがりなんだよ、うん、そういういらないプライドは捨てちまえばいいんだよ、いらないプライドは。はいはい、また来てね、うん、3ヶ月に1回ぐらい見に来てね。待ってるよ。あんまり頻繁には来ないでね。まあでも3年間もやってるといろんなね、出会いがあって面白いよね。うん、だから、あの誠のことを見ておにぎりって言った人はヘビーリスナーだよ、俺の。誠から電話かかってきた時、おにぎりって書いた人はすっごい昔から見てるリスナー。シンプルでいいね、ケイトね。こういう時にね、あの嘘がバレるんだよ。和道さん見て半年ですとかね。そういうね、こすい嘘がバレるんだよ。半年のリスナーがね、誠とか知らないから絶対。コメント欄でちょいちょい、あの、バレる。子さんじゃねえかとか。ていうか、石野とためなのか、誠って。それすごいな、感慨深いものがあるな。除光液捨てちゃったかな。うん、なんで大丈夫、うん、あー、ステッカー届いた。うん、ツイッター載せて。あのタグ付けしていいからね、割れ道って書いたらタグ付けできるから、タグ付けぜひしてください。俺も見たいから、うん、よかったよかった、うん、ありがとうね。ステッカー続々届いてますね。よかった、無事届いてるみたいだね。ありがとう、応援ありがとうね。ステッカーぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。あー、届いた、よかったよかった、ありがとうね。あー、よかったよかった。ツイッターとかにね、自由にあげていいからね、うん、肖像権ないから。うん、ありがとう、応援よろしくです。今年も頑張ります。ステッカーはね、ここに書いてあるけど、 DM か LINE で対応してます。ブルースカイさん、 DM か、LINE ください。DM と LINE、Twitter の DM と LINE は、あの、プロフィールページに、あの、URL が書いてあります。これがね、500円のステッカー。ちょっと小さめだけど、限定品です。あと160何枚。で、こっちは在庫あるんですけど、1枚1000円で売ってます。
赤と黒があるんで、お選びください。風船ありがとうブルースカイさん。これねグローブ代とかジム代に変えるんで、あぜひぜひご支援よろしくお願いします。みんな、うん、どこに貼るんだろうね。貼らない。ステッカーの後ろにサインは書いてもらえますか。ね、こっちの布製のステッカーであればサイン書けますよ。こっちだったら書くところがある。裏だとね剥がしちゃうから、こっちにバーって書いてあげる、こっちに書いてあげる。布製のステッカーに書いてって言われたら書いてあげるよ。貼らないの、うん、取っておくの。もったいないんだ。でも配信者のステッカー集めてる人いるよね、コレクションしてる人ね。シールもったいないから貼らないで保存してる。なんか昔さプリクラ手帳みたいなのさあったじゃん、プリクラ手帳みたいな、ああいうシール買うといいんじゃないの。集めてるんだのんちゃん。うんうんうん、売ってないんだ。まあ、プリクラ文化自体がね去っちゃったもんね。いやージム緊張するなー、すげえ緊張する。しごかれるのかな。毎日通うっていう感じで OK。 毎日通うっていう、やっぱ毎日行かないとダメだよね。休み入れた方がいいのかな。ちょっと休めないと筋肉に。でもさそんなさスポーツの部活とかって毎日やってなかった。やってない。嘘。休んだ方がいいのかな。みんなどれくらいのスケジュールで通った方がいいんだろう。毎日行った方が強くなるんじゃないの。休みあった方がいい。どうなんだろう。筋トレとかだと超回復とかあるからあれだけど、毎日行くよね。どうなんだろう、わかんねえな。だって2時間ぐらいだよ。2時間ぐらい、1週間に1日。どうなんだろう。週3ぐらいだね。週3ぐらい。もっと通うよ。うん、毎日だとモチベーション下がるんだ。でも俺毎日行きたい派だな。ルーティーンでやりたい派だから、俺は毎日行こうかな。やってみればいい。うん、休息大事。どれくらい通うのがいいのかな、1週間のうち。3日どれくらい休むんだろう。全然わかんねえな。運動やったことねえかんな。でも光くんとか毎日行ってなかった。収録筋トレはそうだよね。超回復狙うので3パーツに分けて筋トレして3日に1回やるっていうね、休みを。3日に1回の運動、筋肉を作るわけじゃないよ。技術と瞬発力とその体作りだよ。だからみんなが言ってるこういうボディ系のジムじゃないよ。ボクシングジムだよ。どうなんだろう。週4か5か。週1休みがいい。じゃあ週1休みにしようか。とりあえず一回休息は入れようか。じゃあロードワーク40分とロードワーク40分と2時間のジム。ひかるくんの、ああはい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 、懐かしいね。ひかるくんのあれでしょ、郡山の方でしょ。
あ、そうだったんだ。のんちゃん結構昔見てくれてたんだね。懐かしいわ。うん、ありがとうね。ロム線だったのかな、その頃は。うん、のんちゃん最近のリスナーだと思ってた俺。その頃チラチラフォローしないでチラチラ見てたんだろうね。もっともっとって勝手になるのか。オッケーオッケー。まあ2時間ぐらい通うのはベストでしょ、別に長くもなく短くもなく2時間でいいよね。そんなに長くやる必要ないもんね。あ、ヒカルくんのモグリンだったんだ。はい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 、なるほど、そういうことか。コメント打った方が楽しいでしょ、のんちゃん。放送はね、コメント打った方が楽しいんだ。バンテージだけ持ってくか。バンテージ、マウスピースいらないよね多分ね。バンテージだけ持ってきゃいいと思うんだよな。いやー緊張するなー。なんだろうね、初めてのことをするってすごい緊張するし、なんかすげえ怖い、うん、すげえ怖い、うん、食生活が一番大事だ。食と休憩とトレーニングの3つだっていうもんね。ドレさんにはプロテイン飲まなくていいよって、栄養価の高いものを食べてれば全然いいよって、とにかく走れって言われた。走って鍛えてれば強くなるからって、プロテインなんかいらないわ道具はって言われた。筋肉は邪魔なんだって本来は。プロテインね高いからね結構ね。こういうの嫌なのがさ、ちょいちょい人が多いところ行くと1週間後ぐらいに和藤さんですよねっていうパターンがあるからその時の模範回答が何なのか分かんないんだよね。どっかで見たことあると思ったんですけど和藤さんですよねってその時のさ返しって何が正解なの。違います。違いますって言えばいいの。いやよく言われるんですよって言えばいいの。ああ郡山のね、はい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 。すげえ気まずいんだけど、あれすげえやだ、うん、はい解放お疲れ、こんちは。あれめっちゃ気まずいよな。いやそうですって言うんだけどさ、すげえ気まずいんだって。恥ずかしい恥の歴史だから。そう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 、あと何が恥ずかしいかっていうと、その俺のこと知らない人の
あの周りのリスナーさんの、あ、周りの一般人の人のリアクションが何みたいなリアクションがちょっと嫌なの。何どの人みたいな。和道って何みたいな。ざわつくのちょっと。それが嫌だ。すげえ恥ずかしい。やめて。やめてくれって。言葉が出なくなるっていうか、なんか、なんだろう。上辺トークが始まる。上辺トークが。あと、それと似た質問で困るのが、お仕事何されてるんですかが一番困る。YouTuber です。映像関係です。いやもうめちゃめちゃ困るでしょ。だってもう説明すると長くなるんだもん。配信を見たことない人ってほとんど全くわからない世界なわけだから。どう、次の質問分かってんの。どうやってお金が発生するんですかって。でその後は、え、ネタとかってどうやって作ってるんですかって、もうお決まりのパターンの、お決まりの話をしないといけない。お約束。お前に関係ないだろ、オラーなんてできるわけないじゃん。うん、だからね、YouTuber っていう便利な言葉よ。クリエイターですって。そう、微妙な距離感の相手が一番きついし、絶対検索するの分かってるの。俺が嫌なの、そこなんだよ。絶対に検索するわけじゃん。わかる ?100% 検索するから、今の時代。うん、お前は一般人だろうがよ。何を私も聞かれず説明に。お前いつからプロになったんだよ、解放。何が私も聞かれると説明に困るだよ。お前何、職業聞かれてお前配信者って名乗ってんの。お前勇気あるな。お前勇気あるな。嘘だろ。お前職業配信者名乗ってんの、解放。すげえな。強気だな。俺でもさすがに今年からだよ、名乗ってんの。すげえな。うん、あ、そうそう、そう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 、興味あるってやつ。うん、強気だな、解放。すげえわ。うん、スーパー有名だから、どれくらいだろうな。YouTube で20万稼いでないと YouTuber って言えないよね。配信もやってますっていうの。おお、まあ、まあ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 いいか。うん、聞かれると困ると、お前自分から言ってんじゃねえかよ。名乗ってないけど配信もやってますって自分で言ってんじゃねえかよ。聞かれてもないのに言ってるパティーンじゃねえかよ、それ。宣伝して、それ自分で名刺配ってんのと一緒だわ。完全には名乗ってないけど配信もやってますって、それ自分から宣伝してんだよ。まあ面白いな、解放らしいな、ちょっとな。それは続けた方がいいね。名刺作って配るべきなんだよ、ツイッターとか。ツイッターとかフォロワー何人になったの、解放。ちょっと見てみようか。今 DM、 あ、了解です、ありがとうございます。DM ありがとうございます。ちょっとトイレ行ってから確認する。いや宣伝大事だよ、えらいえらい。
DM 確認します。あーもう4時間経つんだ、早いな。いやありがたいね、みんなありがとうございます。ステッカー1枚お買い上げありがとうございます。残り166枚でございます。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん買ってください。っていうか誠がうなちゃんマンのコラボに上がってんじゃねえかよ。すげえ玉だな。行動力あるな。400人の前で売名してるよ今誠。早速絡んでんじゃねえかうなちゃんマンと。面白くないって言われてる、長いとか言われてる。うん、俺もコラボ上がってみようかな。俺もコラボ上がってみていい？うなちゃんマンのところ行ってみる、コラボちょっと行ってくるわ。じゃあみんなお疲れい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。